まあ2台でやるならそこそ、まあまあまあ、そこそこなんとかなるでしょう。お腹すいたんで、まあこれで全チーム1回移ったんでね。確かに、確かに。2台、2台早めでお願いします。マッツン知らない。2台でしょ、2台でいきましょう。奥の台誰か担当できるかな。あ、紫、いや俺うまかちゃん近くで売ってるから。うまかちゃんあるっすよ。売ってる売ってる。あ、いらない。あ、大丈夫。オッケーストアに売ってるから大丈夫。いや、家にある。高菜味とか微妙じゃね。あ、まあデフォルトでしょ、うまかちゃんデフォルトでしょ、美味しいのは。うい、うい、7本目な、飲んでんのお前。7本目。あ、そう。いや、もうバルログだから一緒。バルログだから一緒、まあまあまあね。え、フェイロンチーム来て。フェイロン、フェイロンの方、フェイロン来て。誰がいんの。小江門とかはいて、ひとし松本はいる。吉和さんいた気がする。 Y 読めないけど海外の方いた。はい、イエース。ゆうぼさんとね、薬屋さん、ゆうぼさんいた、さっき。文鎮さんもいたし、グリグラさんぐらいか、あと。いた？じゃあこの、海外の方、あと2人。これとこれ海外の方？先方決まった？先方、エスドラさんでしょ？多分。そう、先方、ゆうぼさん、ゆうぼさん。先方。決まったの？バルロン決まってるらしっぽいね。決まってる。はーい。フェイロン、早く。で、向こうは、あ、何？じゃあお茶？第二、ジャスミン茶があればジャスミン茶で、なければで、いわゆる第二筐体の方は、第二筐体はやらなくていいんじゃないの。バイソンと、バイソンとガエル、バイソンとガエルが繰り広げられるということで、はい、これは、録画してるっぽいので、あ、なるほど。後で、はい、はい、わかりました。配信というか、はい、されるということです。はい、なるほど。公開されるということですね、はい、ということです。先方は、これよ、アメンジヨシカズ、ショガリオイズさんとアメニーさんね。まあこれで自分が初心者かじゃないかどうかが分かるということですかね。アメンジンさんは大阪のプレイヤーですよね。しょがられてますね。しょがられてますね。しょがられてますね。これは俺の方が初心者だったみたいな。いや、あいつもうなんかなお酒7本ぐらい飲んでるらしくて雑な動きだったよ。あ、動きが雑になってるから。フェイロンの人ってなんでお酒飲むんですかね投げて。あ、やりたかった。今やりたかった。それやりたいだけじゃねえかよ。やりたかったけどどう思って。投げたいだけじゃねえかよさあここからでも実際バルログはどう取り戻すのか。なんか雑なレックがそう終わっちゃう。あ、でもよく見てる、よく見てる。さあこれは中断。言い訳、言い訳、言い訳、お酒を飲んでない言い訳と小江門さんが言っております。保険なんですね。あ、保険が大事だよ。さあカメンジンさんもいい感じに。なかった、散らして。うわー、あ、なんだなんだなんだ。雑なレックが、雑なレックが一回も入らない。綺麗にレック決まんないですね。テラー開いて、バックジャンプされる。レックが出てない。さあレック出てない、出てない。出た、出て、出て、投げたい、投げたいだけ。いや、こっから二択おじさんになれない。なった、二択おじさん、投げたいだけじゃねえかよ。これもう大爆、いや結構減ってる。あ、最後は見れなかったね。惜しい。飲んでたからね。まあ頑張った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 。お酒入ってますからね。さあしょがりおじさんが言い訳おじさんになっております。そうですね、飲酒おじさんになってますね。
12時半から飲んでる。いやそれ別に九州の人は別に飲まないっていう選択肢もあるから、だからエストラさんですね。さあでここでこれは名前がわからないんですが、エストラさん、エストラさんが、エストラちゃん、はい。もっと、そういえば先ほど劣化券1回も見なかった気がする。見た、さすがに見た2回ぐらいやった。そう、さあ、横に攻めで、あーっと、最後はタッチガードしてしまった。やはりスライディングが強いということで、スライディングがめっちゃ強いよ。はい、ガードさせて有利ってやべえだろ。やばいですね。あーピヨって、まあまあゴロゴロきちきちきついっすね。あー上り中盤かな今の。やはりリーチが長い。いくらひたすらリーチが長い。ありがとうございます。 KKY さんのドノエトが入りました。さあこれは誰が行くんですかね。ユーボーな、ユーボーな、なんで真央さん、なんで真央さん、裏切りの真央。真央さんがフェイル、相手にされてねえじゃねえかよ。相手にされてねえじゃねえかよ。ね、なんか完全にスルーされてんじゃないか。そこで有望、有望さんが薬屋という名前で最近はね、あ、薬屋、薬屋、はい、今日も薬屋、今日は薬屋ですね。さあシーン入って、あと今のはちょっと安かったが、ダイパンレッド行きたかったね。やはりシーン、うまい。お金はこれは当たらない。ほわほわ、あーほわほわほわ、今なんか出てたよね、支援 ね支援が見えましたけどね。弱いとこが出たね。そう、あの、バルロが強い。バルロが前に出ちゃったせいで、支援の暗い判定の外にいたということですね。昇竜も疲れた時あるからね。そうですね、バルロが強い、まあみんな知ってますね。とにかく中盤、うん、しっかり高尾差がある。なんだ入った、これはもう辛い。大パンチ、仮面人さんが3連勝ですか。3連勝で、次は人志松本さんですね。人志松本8人ぐらいいる。さあさあ、いけるか。全部7-3、全部7-3、7-3やろ、バルログダルシムは。さあバルログダルシム7-3だろ。フェイロンの、フェイロンの言うのはただだ。そうですね、フェイロンのフェイル、フェイロンの勝ち筋はやっぱ軽投げですね。軽投げですね。触って軽投げしたら、まあじゃんけんポンなんで。いや、が、もう受け身しないまである。受け身しないまである。なんでやっぱりペラ合わせて、まあ、いかに触るかだと思うんですが、触らせてくれるか。触った、触って、バックジャンプ、バックジャンプ安定ですね。だバルドのバックジャンプはね、強すぎんだって。安定ですね、不安定。あと入った、入ってピヨらない。こっから、ここから埋めた、投げる、投げて、投げは気をつける、埋めて投げる、おう強気。今のフェイルも良かったですね。良かったですね。なんか削れていけるとあるかなと思ったんですけど、バルログが負けて酒がうまい。酒がうまい、雑雑雑。あと、まあいいか、いいか。これは、初心者専用だからな。太郎、太郎さん、太郎さん、太郎が出てきます、ね、太郎バルログ。勝っても勝ってもバルログ、まあね、修行だね。まあね、修行だね。一つとは何なのか。まあまあ、まあ、バルログですよ。そう、一つの本質と向き合うことができる。いや、もう溜まってて、もうスパコン入ってんだけど。いいですね。え、強くね、このキャラ。あと繋がる、入って、え、超減った、超減った、減った。え、え、やばいっしょ。え、なになになに、飛びが入っただけ。7割ぐらいなくなりましたね、一瞬で。え、強キャラでしょ、フェイロン。レシオ9あるよ。ありますね。ティア1です。弱いかなと思ってたんだけどな。ティア1だね。ティア1ですね、これはね。あとこれは画面端、美味しくないですよ。投げて、ほい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 。やっぱりこの触るとね、最強、触ると強い、最強、リターン最強。10割持ってくから。さあこれも全員抜かれた。
文人にやられて一人カワシムがやられて、そっからさあ先生先生先生いたんですね。えいたんですね。いましたてか出てたんだね。出てたね。だいたいの試合だけしに来るんだけど、さあ先生はいけるかな。なんか中野さんちょっとトゲがありますね。さあいやもう先生こそ、うん、もう究極の勝利ですからね。確かに吉和さん見習ってほしい。一人目でやってほしかったね。そう初心者には入らない勝利と言いながらも優しかった。一緒にするなと。その目は優しかった。一緒にするなと。さあ確かに確かに名乗っちゃやばい。名乗っちゃやばい。名乗っちゃやばい。なるほど。さあ先生がなんかピョンピョンして触られても、触られても慌てないですね。ピョンピョンしてますね。あ、ちょっと逃げて、まあ、悪くないですよ。いやピョンピョンしてる。いやこっからあとバックステップで避けるが投げて、バックジャンプは強い。徹底的に暴れない。画面端は軽投げにしても多分続かないからだと思う。ピン投げにして、さあ謎のリスクマッチ発生している。何で先生に入るのは誰だ。確かに。TFO さん、海外からだね。あ、海外なの。海外からシンガポールで小右衛門くんの動画を見まくってるっぽい動きですよね。小右衛門のね、動画ね、そうあいつフェイロンのくせにね、硬いんだよね。結構ね、ネタ見てますよ。ただバルログ戦はいや、一応知ってると思いますけど。さあ触って触ったけど逃げ能力が高い。さあ当たってテラー、うまい。燃える。相打ちやべえだろ。どんだけ判定強いんだよ。確かに。いやでもバルログは強いって言ってたよ小右衛門は。垂直垂直ジャンプなんか使えてるっぽいですね。おテラー割れてしまった。暴発か。さあ引っ掛けて噛み合って五段。あっとこれはしっかりガードできる。いやできる。惜しい惜しい。いい勝負してた。さあグリニー、グリニー、グリグラさんがグリニー行きましたね。残ってんのはグリニーとチンとチンとコエモン。コエモンっすかね。チンモンチンモン。チンとコエモン。画面端に追い込んでもすぐヒョウでね逃げちゃっちゃうんで。中盤上り中盤で投げて画面端。あっと裏切らなかった。細いだろ。ダルシム 100% 引っかかるからな。さあ着信中詰め。これは打った。うまい。寄らないけど中段立ってる。よくガードした。嘘。よくガードした ね、 ね嘘。結構嘘感あったけど。いや先生強いぞ普通に。嘘でしょ。あ嘘か。じゃあしょうがねえ。さああーなんか支援シーンが弱い。上しっかりガード。そう来るバックジャンプ。先生のこの徹底した感じは ねすごい。さあ引っ掛けて投げて投げて投げて。徹底的に投げしかやってねえ。おーっとうまい。しゃがみ中継で透かし投げ。知ってましたね。できる先生そういうのも知ってた。できるね。おっとスカイハイクロー。さあ裏回りどっちか分かんない。これにはマオも似合わない。喜べよもっと。そうだよ、もっと喜べよ。なんで苦笑いしてんだお前ら。応援したらなんでだよ。オプマイさんも喜ぼうよ。モアマルさん、おいおいお前が言うな。モアマルさんだって頑張って生きてんだぞ。おいおいおい、俺は応援するよ。さあ頑張れ先生の。この垂直パンチが強くてなかなか近寄れないですね。おっとあったまさか投げちゃやべえだろ。なんかオペ前さんと真央さんがあまり喜んでないんですけど、なんでですか。チームメイトが勝ってるんですよね。
もっと、もっと声出していこうよ。そうだよ。あ、向こうのチームではさ、すげえ声出してるのにさ、こっちなんか、うーんって感じ苦笑いみたいな。さあ、チン。さあ、あとは文チンと小右衛門しかいない。まあ、バルドグもあと3人だからね。さあ、燃えた。こっから。さあ、しっかりかどう。これは隠るんですけど、隠らなかった。小右衛門さん、怒りました。最速で連覇を出すと引っかかるんですよね。なるほど、はい、結構むずくね。むずいですよさあこれはマイトビー。いやーもう原子もあるから使わないか。きつい。飛んでる、飛んでるだけ。いやーきつい。これはぴょんぴょんしてるのが強い。いや喜べよ。さあでもこう実際あのぴょんぴょんにリスクを背負わせられない。枕投げ暴れて、うわー避けてるけど大丈夫。よくガブする。うまい。投げて、あったまさか、あ、やばい、大丈夫。投げて、おお。うますぎ。今のうまかったよね。今の冷静だったよ。今のうまかった。今のうまかった。今のうま、拍手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 、はい、おー。ついにバルログチームに一体感が。そうだね。最後最後肛門。さあ小右衛門が隊長ですね。スライディングしっかりガード。いやこのバックジャンプどうする。まあ展開が早いですからね、これお互いね、破壊力があるんで。あと待って、小右衛門さん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 。難しいんだって、難しいんだって、難しい。大丈夫小右衛門さん、さすがに。さあこれは逆にいって、さすがに。これ先生が相当覚醒モード入ってるぞこれ。さあやり込みか、確かに確かに。さあ前ジャンプは小右衛門さん、これちょっと待っ、ジャンプがね、あと20秒しかないよ。いちょっと小右衛門さん引っ掛けて。あ、時間が足りない、時間が足りない。投げて、おーっと、時間が足りる、足りた。勝っちゃやべえだろ、勝っちゃやべえだろお前、勝っちゃやべえだろ。時間ギリギリでしたね、危なかったですよ。煽り合いがねえな。でもこれで小山さんもちょっと落ち着いたんじゃないですか。1ラウンド取れば、ね、でもこれ落ち着いたから勝てる組み合わせじゃねえから。落ち着かない方がいいですか。パッション出してた方がいいですか。やりに行かないとダメでしょ。さあでも小右衛門さんは多分、あ、小右衛門さん、小右衛門さん、小右衛門さん。いや寺待ちしてるんですけど、寺待ちしてるんですけど一緒だね、出さないと思うさあつらい、このバックジャンプに。さあ食らって、リスクを。小右衛門さん、まさか小右衛門さん起き上がれない。小右衛門さん、いや危ない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 。あーっと、あー投げられて勝ったローバルログチーム。先生4人抜き。マオさん、マオさん、もっと喜べよ、もっと喜べよ。マオさん、なんでがっくりしてるの。がっくりしちゃダメだろ。がっくりはダメですよ。次がブランカ対リュウ、じゃんけんお願いします。さあ魂の投げ返しだったね。そうですね、投げられたら死にますからね。死ぬ。はい、さあブランカ使いと竜使いはこっちに来てください。じゃんけんじゃんけんじゃんけん、早く。ちょっとじゃあ、はい、2P フェイロンとバルログの方はちょっと先方申告お願いします。先方申告お願いします。いや楽しかったね今のバルログフェイロンは。いやちょっとね煽りすぎですよ。あー本当に今さら、今さら。いや小右衛門は煽んないと。煽りすぎねえ、覚醒してたよね。いいもん見れたわ。有望さんもニコニコですね。ニコ負けたのにニコニコだから ねみんなニコニコしてるからね。いいもん見たっつって、ウィンウィンだよ。そう、竜使いこっち来て、竜使いエントリーしてる竜使い。もういるやつから先方決めて、
さ、ガエル・バイソンはなんか歌舞伎くん対機械さんをやってますね。どうなんでしょうね。さあ、まあ機械さんとかが出てきてるってことはガエル側は結構抜かれ、結構抜かれてるってことでしょうね。残ってるのは小高さんとか、まあそのあたりでしょうね。で、はい、これ、エクスパーいる？いる。ギオさんもいる。森さんさっき言ったウルトラマリオさんもなんかいる。タコ太郎 Z もいる。モコさんっていうのもいる。デレローさんもいる。読み合い堂いなさそう。グッチさんもいなさそうな予感がする。グッチ龍はで、廃人さんはまあ呼べば来ると思う。読み合い堂グッチいる。試合だよ試合。あとあつたレイレイさんも多分いると思う。あつたレイレイさんいる。いますね。あ、帰った。あつたレイさん帰ったそうです。マルさん、マルさんいる。マルさん、マルさんいる。デゲシュさんはいると思う。いないって、うん、でもうバッテンにした方がいいよ。バッテンにした方がいいよ。バッツにした方がいいよ。バッツにした方がいいよ。グチさんいる。破天荒さんもいそうだし。とりあえず先方決めて。先方、じゃあ先方決めて。先方全員いそう。先方決めて。先方、はい、先方決まってるね。はい、じゃあ、早速始めちゃってください。エクスパーさんとニコフロム東京さんなので、日本語のうまさでニコさんの勝ちですね。はい、日本語はニコさんの方が圧倒的に上手なんでね。これだった。はい、ダイヤでしょ。食べる。さあ、おっと、これ海外対決？在日海外対決？ステージが残儀ですね。ちょっとブランカーに部があるんじゃないでしょうか。あいつ、なるほど、因縁があるのは。さあ、エクスパーさんなんかね、海外勢にね、ちょっと評判悪いんですよね。何？その情報は何なの？いや、なんとなく。なんとなく。まあ、マキさんとかもね、なんかね、いろいろ言ってんだよ。ソース。あの人、結構日本長いのに日本語喋れないとか言って。まあ、我々は頑張ってるのにみたいな、そういうのがあるんですかね。さあ、あと裏に回って投げる。さあ、これはニコがまずは1本。やっぱりステージ早いのが影響してそうな感じがしますね。ブランカチーム頑張ってほしいですね。飛び、前飛び。まあありです。前に歩いたんでね、ブランカが。あー、なるほど。落とす技ないですよ。立ち瞬間でいいんじゃないの。いやね、竜のジャンプ大キックが強すぎて、もうなかなか落ちないです。じゃあ伸びるで相打ち。そうですね、よくて。でも伸びるも3段できる。ピヨッチャビだろ。ピヨッチャビだろ。あ、さあ、バックステップに真空使って、大事。エクスパーは画面端でバックジャンプ。エクスパーさん、対空勝利をまだ1回見てないんだけど。いや、まあもう上を取られないように。アッパー、アッパー派、アッパー派。上を取られないような戦い方をもうしてますよね。してるかな。あえて先にジャンプしたりしてますもん、もうすでに。あ、先にジャンプすれば上は取らない。先にジャンプしてるんで。そういうゲームじゃないんですよ。そういうゲームにしてます。なるほど、確かに。 X は自由な発想でできますからね。できる。はい、噛み合った。できる。あ、飛んじゃやべえだろ。やりたい放題。あー、いや、さっきのバルローチームと違ってやっぱり、いや、一体感あるよね、竜はね。いや、一体感っていうか、あったかみが。あ、確かに。バルログ使いはな、全員敵みたいなとこあるからね。さっき盛り上がってんのも、まあなんか、みたいな、こう嫌な盛り上がり方してましたよね。確かに。そう、性格の悪い盛り上がり方。あ、奥さん、お、ロッキーさん。またしても海外のボンキー、ボンキー、ボンキーさん、ボンキーさん。さあ、これは投げて。これはエクスパーの方が日本語が喋れそうな感じ。そうなのかな。はい、いや、ちょっと分かんない。分かんないです。分かんないですよ。さあ、エクスパー結構いいぞ。さあ、バイトビー、大パンでいいじゃないですか。あれ、飛び蹴りだったらなのか。やっぱりね、飛び蹴りだったらなのか。
あ、上を取られない戦い方か。そう、空対今のも先読みでジャンプ中盤置いてるじゃないですか、うん、無理やりさ、解説してるけどさ、いや、あれもなんか雰囲気でやってるんですよ。雰囲気？そう。あ、勝利券出た。最高よりかローリング切る方が難しいんだよ。基本的に先読みでやっぱ動くんで。なるほど、はい。まあ、そういう戦い方もね、結構リュウ強いからね。そうそうそう。じゃあ噛んで、あー、バレてる。あ、暴れまくり。バレてる。暴れまくりですね。まあ、スト2は自由な発想ですからね。確かに。はい。一発でかいからね。そう、特にリュウは自由な発想で動きやすいキャラですからね。恵まれてるもんね。そう、限界がないんで。限界ないね。はい。ホンダとかね、何でもできる。すぐ限界するからね。さあ、ダイキックが強い。腕を取られないというね。さあ、あったまさか、夜あったまさか。うわー、あっと連打したけど、いやでも一勝した、一勝した、一勝した。この頑張った、このあったかい拍手ね。ね、さっきチーム勝ったのに、なんかチーム勝ったのに勝っちゃったかみたいな顔してたからな、ね。さあ、これはデルロさん、はい。さあ、さあ、スライディング入って、さあ、サボハドウケン飛びが通る。これはハドウケンは、おっと、ついて入るね。シューローリングなんでちょっと難しいですよね。確かに、はい。まあ、食らったら多分、あ、そうですね、食らったら。さあ、ゼロフレのローリングが入った。おっと、福山さん、なんか言ってるぞ。大丈夫、しっかり、ね、おっと、めくりですか。うまい、スライディング入って、これはアウト。まあ、リバーサじゃないとね、入らないんで難しい。そうですね、ファイヤーハードよりかは普通のハードの方がいいよね。そうですね、発生は投げて、普通は一緒なんだけど、コマンドがね、入力がね。最後は期待値が入っていいですね。まあでもまだ龍はね、14人ぐらい残ってますからね。何枚でもいる、まだまだいる。これ龍側が勝ち越して勝つっていうことないんじゃないかっていう。いや、ひどいですね。はい、はい、次はポコさん。ポコさん、あ、ポコさんですね。ポコさん、さあ、いかにね、1人1冊では足りないですからね。そう、3人ぐらい殺さないといけない。そう、ハドゲンで、大将とか副将にね、任せても、でも体力が使うんでね。そう、いや、なるほど。ただ調子に乗るっていう手もありますよね。その練習をして、確かにそうです、ね、気持ちも乗ってきて、はいはい、ゾーンに入るみたいな。ありますね。勝利券、バイパークスと相打ち、大事、うまい。おー、昇竜拳、長官から歩いて注文する。なんかやばくて、うまい昇竜拳。今の展開で昇竜拳よく出ましたね。上見てた ね、すごい。横の動きが結構激しかったけど、待って、バイソンガイルまでやってるんだけど、対象っぽいですね。なるほど。あの、あと小高が、うわ、さっきから、ナイス、アイル中足中足のリング、ブランカチームに乗ってきたぞ。あっと、バイソンガイルはバイソン勝ったみたいですね。あらららら、粘った、でかいタンパが当たった。なるほどな、当たっちゃえばいいだろ。次が、あ、これでやるの、はい。タコ太郎さん、タコ太郎 Z さん、あと勝利券出なかった。まあ、悪くない。伸び、しっかりガードして中盤、バックジャンプ、前飛びは中盤展開されて、よし、準決勝から1台でも大丈夫な。あとやっとく、ドリフォーダースできない。あー、そうか、じゃあ噛んで、はい、オーバー、ソボリチューパンチ、後ろは2台でできねえけど、真空が、あっと、これ真空だったら、乗ってたかった、キャミンチューニ、ちょっとミスったけど、まあ、いい試合でしたね。
昇竜拳しっかり出してめくりめくりさすがにバーチカル。おお、あんな4であるんだ。はい、しっかりですね。これは相当乗ってきた。めくり昇キック中足、中足ローリング、はい、ちょっとつなぎは難しいですけど難しそうだね。お、よく見るのもね、チャチ中盤、中盤、大足タイパンとかね、あっちの方は簡単なんですけど、あっちこっちの方がピオチが高いんで。確かに。あとまあ下段スタートっていうところがメリット。さあ、ウルトラマリアさん、上り中盤じゃ何回見るか。さあ、1回目マリパンチ、大足中盤コミが入って、さあ、だいぶリードしたぞ。あとは上り中盤を当てるだけ。そういうゲームか。今のはちょっとリバサルだったけど、しょうがないですね、ピヨンないからな。あのさあ、2発目3回目3回目か4回目は失敗。なんかですね、悪じゃない。中盤で返して、さあ、キャラ差が出てるか。おっと、投げられない。いいですね、技反応いいっすね、ウルトラマリアさん。さあ、昇竜打たず噛んで、今の歩かみいいですね。相当うまいんだが、かなり意識の外からいってますよ。どこでやってんだろうな。アメリカ勢、アメリカ勢、シカゴ、シカゴ勢、シカゴ勢。あとすごい連携だな、今の補正を切って欲張った。さあ、残りは補正切った方が減らないけどな。できそうな。そうね、できる。はいはい。あーっとミスったな。タッチパン、あー、これはそうなんですよね、削れず足らないんですよ今のは。クレバーの選択。いや、でもかなり頑張ったよ、ブランカ。そうですね、グッドプレイ、グッドプレイ。俺の日本語英語通じず日本語英語、いや、グッドプレイは英語でしょ。まあまあ多分グッドゲーム、 GG ウェルプレイド。次はクロッチ、クロッチ、クロッチ。まあ今簡単つながるジャンプダイパン、デバイで中盤ローリングしとけばっていうのはありましたけどね。まあね、まあ回復してたしな。そう、そんな入って、あと練りチャギ、大大昇竜、大大昇竜。ちょっと安いが十分。まあまあ十分でしょう。ブランカはね、飛びからは大大波動くらいしか繋がんないんでね、まああれでいいんじゃないかと。まあ大骨かなってのもあるか。大骨大パン波動、あ、大パン波動、まあ大パン波動かな。ジャンプ大系大パン波動でいいと思うけど。さあ、ピヨって、おお、大中投げ、あえて、あえて、まあ反角をもらわない形にはなる。まあ殺しきれなかったっていうことを考えるとね、はい、まあ、大中ローリングで死なないか、今のは。噛んで、飛びから、このくらい投げ。噛んで、クロッチの動きはいいぞ。大足。いや、今日クロッチ上手くない？クロッチ上手くない？まあ、うちらのチームもだいぶ抜かれましたからね。あれでちょっと計算狂ったよな。6人ぐらいで A4 殺す予定だったんだけどな。ギオさん。何人目？まだ10人がいいんでしょ。やべえだろ、何人いいんだよ。もう来年俺も竜で出ようかなっていうそうなんだよ、もっといたんでしょ。19人がいたってことでしょ。川端店長が抜けてこの強さですよまあ大将出てないのってこのチームを投げる。今のは綺麗でしたね。これは勝利出ないか。ダースしっかり出して、出てる。起き攻め立ち拒否して前捨てから紙、おっと暗くなってしまった。飛び勝利権拒否して起き攻め、これローリング、またローリング、ローリング、ローリング。おっ、垂直ローリング、うまい、うまくね。クロッチ、クロッチうますぎなんですけど、ブッシュマスター、いてからブッシュ。竜巻に合わせるの相当難しいよね。あれはむずいと思います。大キックでいいんじゃないかっていう。まあ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 、落ち着け。でもかっこいいよね。かっこいい。発生1フレだっけ、ブッシュは。
さあ、ローリングにはしっかり波動。前飛び足、しっかり昇竜。中昇竜。さあ、真空あるぞ。さあ、今のは真空っぽかったけど。おわし投げから裏回って。裏回り。前ジャンプ。いや、垂直じゃないか。これは真空怖いぞ。あっと、対空じゃなくて、あー前飛び。できる。できる、おじさん。さあ、リュウはまだまだまだいます。まだまだいる。まだまだいます。12以上残っております。スペラさん、数って力っていうのを実感させられるね。車流。皇帝ですからね。はい、ジャンプは返して裏回り。よって。これ三段で。しっかりと。いや、クロッチがかなり乗りそうな、仕上がってる。前歩きから紙、あっ、くらいだね。前飛び、これしっかり、ドキアドーケン、バックジャンプ、あと上りだけ行く、うまい、中央数。さあ、あとは対空に殺したいが、真空がある。あー、勝利点を取った。しかし、今のは知らず。ちょっと今の焦りましたね。いや、倒すだと思ったんじゃないかな。ちょっと、まあ、足らなかったね。おっと、ちょっと引きつけすぎたか。昇竜拳、大昇竜バックジャンプ。あと、大個数。これは、漏れた感じが。サンダーは繋がらないが、大志、うまい。よく見てる大志。飛びを待つ感じか。さあ、なぜかリードしている竜が、まあ、端々から波動飛んでっていう、まあ、そういうことなんでしょうね。よくかぶした。おダイゴス投げできる。今のは、今のはでかいね。まあ、一生擦ってますが、もういいって、もういいって。で、ネモさんのブランカですね。あと11人ぐらい。さあ、噛み合った。いやー、これキャラ負けしててさ、相手10人ってやばくない？やばい1人5冊、はい、ね、これはエンペラーリューかなりいいぞ。あー、踏んでしまった。噛み足、バックジャンプ、勝利拳。さあ、勝利入って、とにかく技を、あっと。さあ、大ゴスから投げ、真空から投げ、結構強気に投げますね。バックステで避けられたのを大ゴスで追っかけて投げという。できる、できる。竜巻ゲージ溜める。もう真空溜まりそう、もう溜まりそう、もう溜まった。やべえだろ、ドンピシャー。さあ、バックステに波動拳追っかけてくる。昇竜拳出して、完全に乗ってるぞ、エンペラー。ていうか、後ろにいる人数がすげえんだけど、竜使い。さあ、2回のシンク、こっから飛びが入って、波動拳、やっと飛びが入って、あ、よく勝った、よく粘った。さあ、ネモが取り返して 1-1。 なんか雰囲気的に大将大将みたいな感じの雰囲気あるんですけど、盛り上がってます。まだまだ序盤です。リュウは、リュウは序盤です。決めて、はい、3段で、ね、はい、きっちり。ここは踏ん張った。さあ、ネモブランカ九死に一生得たという感じでしたね。でブランカチーム全員勝ってるじゃないですか。全員一勝ずつはしてますね。あ、負けちゃった、負けちゃった、ごめんなさい。でもダルシムに勝ったんじゃないの。ラウンド1、はい、一応1ラウンド楽しければいいんすよ。エクスパーの暴れがね、通ったからね。垂直ジャンプ、垂直ジャンプめんどくせえな。どうすればいいんだ、あの踏み込み台足、着地に踏み込み台足波動です。あー、だよね。
総理拳しっかり通して置き攻め、よくかぶした、よくかぶした総理拳、おー、バックステップ返して、あの、うまいね、あっと、これは暴れていく、さすがに、さすがに暴れたか、今のは中ゴスは当たってても多分知らなかったですね。波動拳さあ、起きてる、めくり送られて、出撃、おっと、勝利待ちは、そうですね、今破天荒さんですね、しっかりと破天荒対ネモ転ばして、おお、スカス投げ、スカス噛みつき、残り1だった、これはちょっと龍側がしんどそう、強気のローリングで2勝、あと8人ぐらい、あ、読み行くのデゲッシュ、あと9人もいる、9人もいる、さあ巨人福山が入った、9人、お、あと9人だそうです、9対2、龍が中盤戦ですね、中盤戦、中盤戦、あ、勝利じゃない、壊して、これは置き攻めは、さあ福山龍がさえ噛んで B 負けしている、ちょっと噛み合わなかったですね、まあそうですね、呼ばれるとこういう展開になる時もあります、波動、波動拳壊されて攻め、かなりいい調子になってた、うまい、前捨てバーチャル、さあ見てから飛んでる感じ、これは完封しましたね、さあ丸さん、丸さんさっき動き良かったよね、そうですね、やっぱりあのチューブで生き残っている、チューブ、まあ多分あれですよ、確かに岐阜寄りじゃなかったかな、多分あのシャトル勢ではないはず、あ、ミツキ正しい、ドモリ大臣うまい、いや、うい動きしてますね、飛び出発ラジオ、しっかりと上は見ている、しかしリードしてるな、ブランカ結構ね、リード飛びはやっぱ強いんでね、ブランカ通常で落とすと難しいんですが、しっかり上を張っているのは素晴らしい、一点読みですね、1番、さあ友田さんはいましたけど、いましたけどベガチームはすでに敗れております、噛んでこれしか投げる、足、うまい、ちゃんと上向いてる、さあ3段が決まって4連勝、奥の強、バルログとバイソンじゃない、バルログバイソンどうする、これやるの、やらないとまずいっしょ、あ、バルログバイソン、じゃあバルログバイソン奥で、さあ出てくるのハイジン、飛びが入って、バイソンバルログ大会試合です、バイソンバルログチーム、バイソンとバルログは試合です、第2兄弟で試合です、第2兄弟バイソンバルログチーム、飛び開いて投げが入る、電撃で起き上がりは投げる、ダメージ、超流儀を使って最大反撃、しっかり決めてメロが5人抜き、出てくるのは読み合い、読み合いの読みですか、読みちゃんですね、さあ読みちゃんあまりブランカ戦はやってないと思われますが、はい、どうか、今負けたのはマルス、敗人、敗人、敗人、あ、すみません、敗人、あと5人ぐらい、リュウ、読み、読み、バッキー、森、ハルキー、
その辺かな。か出てないチーム人がいるっていうのはニューチームだけでしょ。確かに。あ、草津さんもまだ、ね、草も出てない。あ、そうだね、さっきギリギリで踏みとどまってくれた。あのいや、勝利狙った。勝利が出ない。さあ、苦しい。勝利が出ない。上が全く出る雰囲気がない。なんか、とりあえず1回出した。とりあえず出しとけ、このラウンドはいいからと。ちょっとなんか、雰囲気に押されてる感じがありますね。はい、話しかける、紫嫌がらせですか。あ、チャンプですからね。チャンプですから。さあ、いい波動入った。ポキジャンプ。さあさあさあ、後ろでマッキー、森のチームメイトがなぜか煽っているという。まあね、そんな気はない。波動拳マイスティはしっかり返して、対空は出ないが、おお、ダイヤシンシンク、すごい冷静ですね。まあ、ここら辺止めとかないと、いくら人数多いとはいえ。そうですよね。まあ、A 砲は相当強いですからね。さあ、竜巻昇竜、これは竜のペースになりそうな感じ。波動拳出し。さあ、今の踏み込みは良かった。確かに踏み込むのは結構、ね、難しいんですよね。さあ、これは一気に竜ペース。さあ、真空で削って、削りで使っていく。中盤、うまい。これは3段食らなければというやつだが、それフラグじゃねえか。フラグか、何もせんでいいと。さあ、波動拳、何もしなくてもいいというのを裏切って、波動拳。さあ、大将A4、龍川はあと6人ぐらい、6人ぐらい抜かなきゃいけない。しかし A4 ならやってくれるのではないか。ワンチャン、それでも仙道ならぐらいの感じはある。ダルシムとリュウどっちがきついんだろうね。龍かな。龍だろう。龍の方きついと思うよ。敵あるかな。勝利権出てる。対空が出てないからと思って前飛びしたが、もう倒した。確かに勝利権前飛び。あー、ダイゴスシック、こういうのでやられるともう食らうしかないよなって感じだよね。どうすんのこれ。あ、あ、まあね、もう危ない波動は一切打たないでしょう。うまい。勝利打っていく。まさか A4 勝てなくて終わってしまうのか。はい、勝利竜かよ。勝利竜そういうキャラじゃないんだか。乗っておる。ノリノリ、さすが自由すぎる。さあ、これでキャラ勝ち側が自由にやりだすとやばいんだって。確かに人数残ってきたね。さあ、前捨て紙通してはいるが、どうだ。いや、中盤投げ、これは削りで使って、もう勝利食らったら死ぬからね。あー、食らってしっかりガード15寸。さあ、波動が見えなかった。チャンプが止めた。龍が人数多すぎ。では続いて配信台で龍対チュンリー。龍チュンリー、龍チュンリー、これも長そう。チュンリーチームいますか。じゃんけん、じゃんけんお願いします。じゃんけんすぐして、じゃんけんして草、じゃんけんして。チュンリー試合、草、じゃんけんして、じゃんけん早くしろよさあ、これ4強に残ったのはバルログ、バイソン、リュウ、チュンリーと。チュンリー 2P、リュウ 1P 側で、リュウ 1P 側で、まあ、先方進行お願いします。割と強キャラが順当に残ってますね。いや、リュウチーム楽しそうだな。楽しそうだね。あんだけいたら楽しいだろうな。ね、来年はそれで出るまであるな、本当に。おい、博士も来ねえしな。来ねえな。あー、ごめん。チュンリーいる？チュンリー全員いる？さあ、先方決まった？誰いないの？チュンリー誰？いる？
瀬尾くん試合だよ。はい、チュンリー試合です。チュンリーの方集まって、リュウとチュンリーは試合、まあリュウは残ってるんで大丈夫だと思いますが、チュンリー試合です。先方決まってんの。さあ、バルログとバイソンは盛り上がってますね。先方って決まってんの。てか、どうなってんの。純潔です。純潔です。どうなってんの。純潔です。16対10ぐらいなのか、多分17かな。17かな。チュンリー10。チュンリー10。はい、では始めてください。誰ぞ誰。マジックミラー5対デレロさん。マジックミラー5、5発音がね、まあまあまあ。10対17。まあ、リュウチュンリーはね、いいカードなんで。あとミスター、今のハブミスター、投げてコビー。さあ、勝利券しか出して、おう、起き攻め、シンク出して、ファイトビー投げる。今のはいい投げですね。リュウガーは3人がいいんじゃないのかな。だし、飛び入って、あと、さあ、なんか飛び入って、龍側は悪を倒せっつってますけど、悪を倒、まあ龍も結構悪な気がするキャラなんですけど、多すぎだからな、別の戦だ。いやでもまだ回ってないから、しましょう。さあ。ああ、全体ヒット地上くらいは痛い。しっかりテンション出して、いちいちできる。マジックミラー5。飛びは、登りだキック、めくりから投げた、今のはゲンキック。ゲンキック、今のいいですね。うまい。前飛び投げられて、投げ見ない、亀足。さあ、これは相打ちは美味しいぞ。投げて、もっぺん飛んだ。さあ、今の飛びはいいよ。ゲンキック出して、ああ、回し蹴り謎。さあ、しかし溜まったぞ。ゲージが思い切って出すが、飛べ飛べと。さあ、どうだ。飛んだ。上がボリューマチ、上が出た。今のいい勝利券ですね。まあもう、まあそうですね、とりあえず上見ますかね。ほぼ山本。さあ、山本さんですね。仲いいのか。さあ、最大勢力である、竜が残ってるんでね、結構進行がゆっくりになっております。しかし、もう山本さんもなかなか立ち回りがしっかりしてますね。お互い溜まって、おっと、今のは先列溜めてたか。あーっと、噛み合った。これは出す。こうなるとチュンリーはきついぞ。バックジャンプ垂直おそぎ。さあ、うまい処理で返して、これはラインを変えたい。回転シンクあるぞ。さあ、ゲージが溜まって、これはちょっと体力もないし時間もないので、どうすんのこれ。前に飛んだ、めくりになりましたね。これは食らう。バッチジャンプ、バチ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 、どんどん溜めて、もう溜まった。溜まるとここは打つ、打つない、投げて取ってない。が、投げ返す。もっと今の効くの危なかったぞ。バックジャンプしっかりと。さあ、
あれ返して、おっと何言ってんの俺。あーっと対空ミスりましたね。勝利拳めくりから投げて受け取って持った力から投げ、おもむろに前飛びから投げ、アドー、アイチアドーゲット。さあ、ここで画面端に押していったが溜まるのが早いのはリーですね。おっと、見てしまったか。中ボス銀が置いてある。前飛び難しいでしたね。おっと、ファイヤー当たって前飛び、前歩いてた。さあ、ステルスして飛び越し投げさせない。ちょっとさ、着地の隙が長かったですかね。乗っかりだったらね、割と少なめにできるんですけど。さあ、草指名来てますけど、草さんリクエストは来てますが、まあそれはするんですよね。カバー、カバーな、マークベリー、マークベリー、マークベリー、ごめんごめん、ちょっと見えない。さあしゃがってもらってもいいんだけど、波動をね、うまくね、チュンリーは逃がさなければいけないんで、まだ溜まってないんで投げて、おーあーとピヨって、これはこれはスルッとですね。しっかりと連動だけ決めて、まあ、チュンリー側はね、かなり勝たなきゃいけないんで、投げて投げて、おっとこれは対空は出なかったか。スラガリで逃げる、前飛びちょっと遠かったですね、繋がらず、アイトビー。さあこれは絶対ヒット処理しましたね。で次が2人目かな。お、福山さんが早めの福山。さあなんかあの川又君と店長がいかにも竜のチームメイトのふりして後ろで見てますけどあいつら裏切ったはずだよな。確かに確かに1回戦当たるのにね。アドケン、アドケン、これは？あ、勝利じゃない。投げて。投げが今のは。これはさすがに立つ。これはスペース。さあ。まあただ心は理由使いとして。あと10番。10番。シー君。これは知っている。意外とタイミング難しいんだよな。あれな。らしい。福山龍が動きはいいぞ。ガピは福山さんですね。投げられる。昇竜拳大昇竜めっくりからあそこからですね。はい、クソゲーマーズさん、さあ、ありがとう。たまった。さあフルヒット。何かやろうとしてたね。第5ステ、あれガードはできるはずなんで。あーっとつながらないが、前飛び痛い。ピヨリ、そうピヨリよね。しっかりと連続打球でしっかりとあのコパコパ脚率が減るんすよ。また減るんだよね結構ね。さあスパ大会対決。さあエクスパー、日本にいる連数なら負けてねえぞと。だいぶ長いね、もう10年以上だね。白熱食らいまくってたけど、トビーしっかり白熱出して、白熱は強い。投げる、読み取ってない。おっと今のは乗っかりか。乗っかりですね。さすがですね。乗っかりですが、さあ後ろではうまくいった。アラババが引きずり出されてるのでバルロが優勢っぽいか。さあ8番冷静。あ、勝利点狙った。大パン、大パン派巻き込んで、シンク、早打ち、
10番うまい。勝利券はどうだ。波動拳あーっと今打っちゃえばいいだろ。投げるごちゃらしたね。おっと踊りに。さあ背中に引っかかってガードが分かりづらいが投げて中大ピヨリソー。これはうまくねえだ。おうまい。中々つながっている。中々炸裂。さあ削られてしまう。コパンの影縫いが意味なかったという。さあウルトラマリオさんかなですね。対処戦どうだろう。オペマイなんで魔王が残ってるかもぐらいかな。なるほど。まだ2人なるほど残ってると。あ、ツーキックうまい。あとさあ引っかかってどっかぶした投げて投げる強気。最後のこれはやはり強い。おっと開幕投げに行ったか。削る削る。これはしっかりガード乗ってますね。今3人抜きか。はまった。さあ打つのすぐに使っていった。テンション打っていく。投げは難しい。投げてあっと処理が出ない。さあ中継引っかかって投げる。最後まで投げる。4人抜きベリーグッドですね。で、松本さんだっけ。タコ太郎さんです。タコ太郎ですね。はい。さあ、覚えられないという老人ですが申し訳ない。人数、人数多すぎだろ。人数多すぎ。波動、波動裏手裏回りこれは繋がらず暗い投げ相打ち。あ、バリノブチーム勝ったぽいっすね。ついにバイソンの3連覇の夢が途絶えた途絶えた。勝った方が決勝ですね。バルロブドですね。素晴らしい。ハイパン飛びはここで返す。さあこれは下段だぞ。これ下段ですね。さあ分かって下段投げてめっちゃ減ってる。背中蹴りって一回ガードできなかったら逆方向でガードできるんですよね。前と同じなんで。だから正ガードできなかったらめくりで、めくりできなかったら正ガード。そうですね、あんまり連続して食らっちゃうのは よろしくない。まあ難しいんですけど必ず逆方向になるっていう。なんか慌てるとよく分かんなくなるみたいなことがありますよね。オルチキック。これで5連勝ですか。で、リュウがさあ中盤から投げて投げる。ノリノリですね。あ、ポコさん、あ、ポコさん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 、失礼。あと、さあ、フライ投げ。さあ、投げて、投げて、投げて、受け身は取ってる。これは相打ち。さあ、あの投げる、投げ。いや、強気の投げですね。減りすぎ、本人も喜ぶ。先端からのね、飛びはめんどくさいですね。確かに。ギオさん、ギオさん、海外の方の名前なんだっけ。マキャベ、え、なんだっけ。マカケベリーさんが、マカケベリー、マカケベリー。いや、チュンリー強いぞ、さすがに。さあ、代々当たって食らって、これはしっかりガード。飛びが入って、相打ち。今の相打ちはチュンリーが美味しい。前飛んで乗っかり、楽しそう。チュンリー盛り上がっております。チュンリーチーム
たとぎ。で、あと、これは繋がってないが。勝利家、助かる。飛び入って。ピオリそうだな。リードしてんだ、リュウ。勝利家、しか出して。打っていく。テンション。よく出したテンション。痛い。ガードして、投げる。投げ、上り。投げっと。投げが強え。投げ強え。投げ強え。だいぶ竜負けてんじゃない？さあ破天荒。竜は8人目。まだ半分。まだ半分ぐらい。対するチュンリー1人目？チュンリーは 3人目ぐらい？ 2人目。大昇竜。ただ残ってる人数的にこれでやっと同じぐらいってことですよね。勝利券出す。さあこっからお互い1人一殺といった感じか。たまるぞ。たまった。正しい波動。これは食らって、投げる、投げるよね、投げるよね、投げて、投げるよね、投げて、まだ死ななかった。投げる。投げが強え。5回は投げるぞ。分かっていてもだからな、あれ。そうだよな。大処理。おっと、竜巻で、あれ、上がっちゃやべえだろ。ちゃんとね、対空とかしっかりしてるからね、投げ取っちゃうんだよね。止まった。こっからどうするか。7人抜きしてんのか。さあ、あとシック出た。当たる。これ投げるでしょ。削りでもいいぞ。今、ね、今結構ね、戦列ギリギリの場合だったけど、よくちゃんと当てた ね。俺当たらないかなと思った。俺も、あれは食らって終わりだなっていう。さあ、マルさん、マルさん、なんでもいいから早く終わって飯を食いに行って。腹減った。そういうことじゃダメだよ。ダメ。まあ盛り上がっているからいいんですけど。あ、お腹空いたね。お腹空けるでしょ。まあでもこの後組み合わせでしょ。そうね。まあそこは他の人の方がやってくれるでしょ。さあ、中ボス、中ボス強気。今投げに行きそうな感じはあったんですけどね。この辺からさすがに一筋縄ではいかなくなってくる。さあ、しっかり A3 段決めて。あーっと、ミスった。ミスったが、中大、あーっとミスった。大勝利。これはきついか。さすがに厳しそう。ロボチューバーマリオ。まあでも8人抜き。お、クソが、クソが出る。クソが早めに、早めに出ましたね。出番だろっていう。クレジット入ってるぞ。クレジット、ごめんなさい。さあ、さあ、草さん、今日初？多分これが一番最後の登場じゃないですか。いや、龍がいっぱい。あ、まだ、あ、そうか、バッキーとか、あ、そう、森さんも出てねえな。3人ぐらいいる。龍が人数多いんだって。はい、実況はそうですね、ジャイアント、KKY でやっております。はい、ね、カツワギャーが入る。中ボス、大事は繋がらず。ちょっと遠かったですね。さあ、真空溜まって、お互い溜まって、コパで返す。さあ、使わせたが、逆に投げた。いや、これは、あーっと、ミスった。受け身取ってないのは高い。なあ、コパって刻んでからの投げ。まあ、真空食らっても、まあね、もう一回読み合いがあるっていう。まあ、刻むと真空はまず出ないでしょ。出て竜巻とかぐらいじゃない。ああ、なるほど。直だと危ないけど。バグジャンプ。あと、ダサード。あと、これはしっかり。まあ、真空食らうよりはいいかといったところ。いや、でも大勝利はでかいよな。まあ、でかいけどね。また、似合った、似合った。ゲージがあっさり食べた。はい。カズオ B。 おと？リカードは？あと？また当たってる。あ、起きてる。しっかりガードして。あと、受け身がない。受け身がないのは痛いぞ。投げて、シャシャド。さあ、シックがあるので、あと打った。さあ、時間の問題か。確かに、早めに打っといてっていう。さあ、チュ、あーっと、これはやっちゃった。アントミミスった。逃げる手もありましたが、まあまあといったところか。リードしてた？リードしてたと思う。なるほど。うん。
まあ一度ったぐらいか。多分気候結果それで逃げるのが悪くない手だったような気がしますが、飛び込みから2回で着陸で削ってっていう。まあね、ちゃんとやってれば削れるから、あれも間違いじゃないですか。さあしっかり入って、できる、スカシゲだ、かっこいい、こう足百裂、クサのことかっこいいと思っちゃった。さあ、ハイジンさん、おなんかムカつくな、なんでハイジンくん、なんでだよ。開幕、開幕機構波動と回数、波動波動竜巻食べる、いや、これはしっかり飛びはしっかり回数、まあ、チュンリーまあ4人目なんですよね。昇竜拳出して、めぐり、あと繋がってない、しっかり返して投げる、投げて失球があるぞ、さあ中継、さあ中継、さあ落ち着いてますね。確かに、まあ、重ねもちょっと怖いんですけど、はい、バラシーシックないだろうという読みでしょうね。あと勝利点は出なかった、いけないのはきつい、いけび取らないとね、いけ入れっぱがアントビーになっちゃうんで、そうなんだよね、難しいところです。これは辛そう、アイトビーはまずいぞ、投げて、さあ圧倒している、さすが大将クラス、あと森、グッチ、読み合い、読み、デゲシュ、3人じゃないのか、マルキ、はい、3人試合してない、さあエクサーチャンプ、読み踏ん張れるか、先ほどはね、かなりいい感じ です、ね、ブランカーチームを撃破しました。まあ、勝ったらバルローが待ってますけど、投げる、寄らないが、あぶげあぶげ、台足一発もに、さあくぐって昇天、おっと飛び、さあ今のステルスはちょっと運が悪いか、あとあーっと、いやー草なんか器用系じゃね、やるね、うまいね、飛び蹴りしゃがみコパン戦列、よく見てるわ、さあガブして、さあ気候モード、これ100列モードですね、これガード、あとこれはちょっと決まった、おっ、なんか気合いガードしたぞ、さあチヤシチヤシ、おっと打ってしまった、使わせたが、あっとこれは、あっとしかし、さあ画面足、これを大切にしたい、よく出した、よく出した、打ったか、さあこれはきつい理由、くぐり投げ、まあ、2P 側だからね、めくりがね、まあ痛くに行きたいしな、しょうがないかなってところ。さあ誰が出てくる、店長と川端くんが溶け込んでるね、やばくね、溶け込んでるね、いやいいじゃないですか、竜使いの友情ですよ、エンペラーさん、誰誰、エンペラーさん、あ、エンペラーさんね、さっきもね発覚しましたよね、コビー投げて昇竜拳、昇竜拳強気、さあしっかり店長投げかねえ、飛びから調子など、そうですね、投げる、いや草がうまいんだが、草うまいな、できるな、やるな、さあエンペラーさん食べるスタイルですね、真空をかなりゲージため意識した動きしてます。さあ今のしかしマスケリクラッドが痛い、ダイゴス、ダイヤシー、さあこれはしっかりかぶして中ボスピヨル、今のピヨルはちょっとアンラッキーだね、かなり意外なピヨルでしたが、確かに、さあ前飛び痛い、さあ壊してダイパン、ダイパンこれはガード、中ボスカットもいいですね、竜巻に反撃入らなかったら美味しいですね。さあゲスト待った、おー中ボスカット、なぜか食らって投げて、ね、ダイパンしっかり、しかしこうなるとチュンが有利、あっ勝力だった、あー中ボスが見えた、さすがに、さすがにかっこいい、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 
津田かっこいいぞ。さあ誰が行く。え、いやかっこいいかっこいい。さあ川端くんが行こうとしてますが、川端くんが行く。川端、川端店長さあデゲシュ、さあ出ました、関西随一の詐欺師マッキー。チュンリー7人残ってますからね。7対3、あと4。大勝利。うさんくさい。さあ入って、さあ P 勝ち。やっぱデゲシ強い。デゲシ強いな。強いんだな。伊達に寝屋川で生き延びてるだけではない。あっと竜巻には、あ、ピヨル、あ、ピヨルだよ。投げて、さあ、2P 側は古速にキープ、そしてゲージも古速に溜めて、古速にって中堅投げる。いや、今の投げはなかなか、まあ、強気強気思ってますね。真空怖がるね。最終ラウンド、さあゲージを貯める、これは先読みで飛んで、マイトビはしっかりサバで返す。さあ、バカ、さあ釣り側に行った。こっからがマッキーの時間。さあきつそうか、これはどうだ。マイレッパですね、これは。安いが、いや、あー、ごまかした。インチキごまかした。あれ強いんだよね。強いね。空中で使った方が強いからな。空中で落とさないとダメだから。あと3人、グッチ、森、グッチ、森、マルキ、マルキに対してチュンリー7人。あ、8人、さあ入れた、8人。まあ3人目なんですよね。ラウンド1ファイト。さあ波動7対3。あ、うそ、草がいいぞ。あと自ら画面端行ったが、これは問題ない。真空溜まって、あー、竜は花丸木さんじゃなくてノット花丸木でグッチ竜ですね。グッチ竜しっかりと返して、さあしっかり真空で抜けている。これは草が全員殺すのか。前飛び、さすがに。これはすかして竜巻で、さあやっぱめくれないですね。チュンリーはなかなかバックジャンプ竜巻溜める流れ、踏んで押し攻め、中盤で刻んで、さあこれは着地真空が入る。押し攻め、中押しですよね。さあちょっと中押しですよね。ちょっと遅らせていったのがミスですね。リバーサルテンションは当たらないタイミングって感じですか。あーってやってしまった。安い、うまい。さあ、あの反応いいですね。投げる、あっと受け身取ってない。さあ、出ない、出ない、出ない。今のは痛い、激痛。なんと裏回りめくり第5数。さあ投げて勝利で出して、どうだこれ。あと今のはさあちょっと怖かったが、さあお互いゲージが、ゲー、あー、ケーブルで、あ、真空か、真空は出さない。いや、あ、裏ですよね、ですよね、投げるよね。今起き上がりに真空重ねるタイミングがありましたが、あえていかなかったのが、まあ昇竜で竜巻に逃げれるのか、多分戦列重ねは。いや、起き上がりに重ね真空で削り越せるシーンがあった、あ、あったね、あったはずなんですけど、ちょっとミスなのか、まあ、ジャックハードガードした後は確定だと思ったけどな、レイカーズね。ギリギリ無理でしょ、あれ。さあ、花丸木。あと2人。対して7人。勝利ゲーム、しっかり出して。ダイシャドウ。あと今のは真空が。投げ。投げ。通勤投げ。さあ、それしっかりガード。さあ、なんか、なんだ今の、あった、まさか、いやー、打ち、いや、強えな、判定が。草が気持ちよくなってるぞ、今6連勝、6連勝ってね。
チュニ様、チュニ様うまいな。しかし勝負で強気にバードキック貯める。さあ画面端のしのぎがうまい。うまいね。まあ今のはちょっと待っての透かし波動。あーっと待てが出ないが、なんとか画面端はキープしている。大勝利。あっと使っていって強気。さすがに今のバックジャンプできず。まあね、ゲージ溜まってなかったんでね。はい、割と波動拳はね。前飛びから投げる。これは結構嫌なのでは。昇竜拳出ている。これです、ね、さあ落ち惜しい。これはさすがアウトゲージ安い。確かに安い。さあゲージを貯める前になんとかしたい感じ。投げた終盤よく出した。うわ、アッパー波動危ないが中足波動ハード中足波動の後に戦慄入ってんじゃないかな。まあ溜まってなかったか。いや、溜まってたけど微妙な前じゃない。あーなるほどね。リバサでちゃんと出れば当たったかもみたいな。そうなんだね。さああと6人。さあ中に誰が行く。ヒデが行く。ヒデが早めの早め早めに潰すというですねやり方が。確かにちょっと早いような気もしますが、まあ残り2人なんでね、リュウ。まあ取っとく意味もあまりないというところです。確かに、スジ様だって。あと縦飛びになってしまった。ちょっとヒデは緊張してるのか。垂直は付き合えない。ここで溜めて危ない。大足うまい。あれ出すの結構怖いんですが、バックジャンプ。さあ真空があるぞ。中足うまいですね。冷静ですね。あ、まあ、ブッパー戦列で来ないだろうっていう読みか。順位側もね、あんまりブッパー戦列やるとねそっからが詰んじゃうんで。おっとちょっと反応遅れたか。あそこは草の方がうまかったか。さあ、待って、ちょっと近寄られた時がしんどそう。あっと、まあ、目見てやった。うまい。できる。あこれは中足今の戦列入ったよな。さあヒデがちょっと流れを悪くしたか。さあジェネティが、さあジェネティが行く。さあここで変化球があるのはいいですよね。チュンリー側 S 陣がね突然あれ今までチュンリー戦やってた時になんか変なの出てきたみたいな。あと5人。あ、ザギチューティーも残ってますからね。マイトビー先ほどね、ホンダ戦でも非常にいい働きをしてましたから。 S チューティーはこのハイヤーハードがマジきついだな。あーっと勝利権なしかって。中盤投げ、これは投げるか。裏待て、投げ、コッパーコッパー投げ、強気ですね。さあ、ジェネティがなぜか、なぜかというと失礼ですが、活躍している。投げて。さあ、やっぱハイダードは強すぎるな。もっと前に飛んだ。あと、勝利権出ない。さあ、いやらしい、いやらしい、このチュッティピヨリそうだが。さあ、あっさり。これが、森が大将、これが年の子。まあ、森流ですが、いや、S 中は聞いてねえよみたいな顔してますけど。いやいや、キャラ勝ち、キャラ勝ち、さすがにキャラ勝ち。いや、音中とはやってるけど、S 中は知らんわみたいな、ね、さすがにキャラ勝ち。これね、あの森さん、負けてもいいから、思い切ってやってくれ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、物量作戦が。上り中向きに中盤で落として、あと今のミスったか。勝利がない。さあ、これ誘いくれ投げ。さあ、画面足。あ、勝利が投げ、よく投げた今。投げ投げが強いんだけど、投げられた、死んでたまである。さあ、さすがに2ラウンド目はしないじゃん。これはあ、ミスってくれた。
いやーなんかジャンプしたね、はい、ジャンプしたね。さあこれで息を吹き返すか、どうだろう。さあ昇竜拳強気、スピバーはバレていて、あっ、はいね、使って、さあ、あっとっと、うまい、あっ竜巻、昇竜拳マジか、使ってこれは相打ちできなくなったので、ジェネティも、さあうまい、踏ん張った大将森、今の裏に落ちるから昇竜拳できないもんね。さああと4人、さあ誰が行く、残ってるのは春、まずは春さん、春ザギ、はい、誰とも一緒、トーコザギクレジットセオ、ザギセオ、まああと4人なんでね、春さんですね、春さん、春さん、春さん、ラウンド1ファイト、相葉君波動波動、あと受け目ってない、まあ、こっからはね、普段やってるチューティー戦なんで、確かに、まあ、落ち着いていけるかなという、あいち、おっと上りチューパー、さあテンション打っていく、強気、さあどうだ、おっと怪しいが、さあ使って、大勝に出る、今がよく打った、しっかり見てました、もうちょっとだったんだけどな。さあ相打ち、これはチュンリー側美味しい、さあ百裂で竜巻を叩き落とす、置き置いてましたね、おっとこれはステルス、ステルス相打ちは美味しい、さあどっちのゲージが溜まるんだ、チュンリーが溜まった、さあこれは使わーっと、さあ入って蹴りが出て、やさあ投げで死んでしまう、お出る、昇竜拳逆勝、よく出した、今のはよく出しましたね、ちょっと重ねが余ったね、 あれ詐欺当ててきたけどね、天使、さあ出てくるのは闘魂チュンリー、気持ち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 、ザギチュンリー温存してますね、もはや主力中の主力です、確かにこんなね、あれだけ抜いたらね、飛び、しばしだけ、コパンで返す、さあ立ち上がりは落ち着いた感じ、さあ、うまく、さあ、あとこれはないが、さあ、しっかりガード、さあ、うまい、今のタッチアッパーは冷静ですね、真空は食らっちゃまずいぞ、真空だけは食らっちゃまずいぞ、さあ、まあ解説はどっちが応援してるんだ、解説は常に中立の立場でお送りしております、中立立場ですね、真空食らったらまずいぞ、真空がやばいぞ、真空下げ食らなければ食らなければ、あったまさんできる、ここはしっかりできる、フラグを覆した、気持ち気持ちいい、リーチ、さあしかし森流も悪くはなかった、確かにダイバーうまい、夏巻中央線入って冷静に見ている、めくり投げてピオラライがかなりリードした、たまるね、たまるね、さあ真空、真空、おっとバードキックうまく受ける、あったあった、これは見てからですね、まあまあまあ今のは強気にいかないとね、まあまあまあね、体力もきつかったし負けてっから、いいよいいよ、さあ、落として、チューチュー、おっと、テープ返してるぞ、これは、うまい、うまい、闘魂ペース、闘魂さんがかっこいいところ見ていたい、さあ、真空溜まったぞ、あ、危ない危ない、おっと、どうだ、バックジャンプは多分、戦列よくじゃないですか、あっと、これ食らったら痛いぞ、投げて死ぬからな、さあ、冷静に竜巻で逃げて、あー何かに当たった、反応してしまった、何かに当たってしまった、じゃあ決勝バルログ、バルログチュンリー、はい、決勝バルログチュンリー、じゃんけんお願いします、バルログチュンリー、バルログいる、バルログチーム、バルログ5人、バルログ5人試合ですよ、バルログ5人試合ですよ、とりあえずじゃんけんをお願いしたい、じゃんけんを、じゃんけん、じゃんけん、
おっと、これチームメイト、チームメイト。そういや、真央さん今回ガムジャパでしたね。そうなんですよ。さあ、2P で取ったのが真央。一応じゃあ両軍のキャプテン、じゃんけんした2人、意気込みを一言だけ。はい、意気込みもらえますか。じゃあ、東根さんから。東根さんから。いいよ、長くても。みんなの力で一応決勝まで上がれたんで、最後はバルログ倒して優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。じゃあ、まおまお一言。はい、バルログチーム、5人ですけれども、相手10人だっけ。うん、まあ大したことないんじゃない。いけると思うよ。うん、いけるいける。うん、おい、かかってこいよお前ら。はい、じゃあ、先方申告は済んだのかな。ちゃんと真央さんはヒールを演じてますね。偉いですね。偉いですね。フラグ立てに余念がないですよ。間違いない。はい、じゃあ着席してかける5全員野菜、マジックミラー GO さんと、仮面人さんですね。はい、それではかける52019全員野菜決勝戦始めていきましょう。まだ全員野菜なんだけど。まだ全員野菜。明日、明日が本番だ。本番は明日です。おっと、ミスター、ミスター仮面人さんのバルログとマジックミラー GO さんの、チュンリーですね。まあ、決勝、いいキャラ上がってきましたね。これキャラさどのぐらいなの。まあ、64ぐらい。64ぐらいなのかな。64ぐらい。あ、お年さんがすごいだけど、まあ、バルログが有利ではあるんですが、でも楽ではないはず。投げて、まあ、リーザバイ。おっと、テラはしっかりとアイクロワガード。あっと、今のは、まあ、今のはね、戦列溜まってないんでね。あれ、100列に負けないっけ。100列に負けるだよね。負ける、100列に負ける。ただその入れ込みじゃないといけないから。まあそうなんだよね。多分バルセロナとかに負けたね。さあこれは仮面人さんかなりいいぞ。積極的にいってますね。バルログチームは意外とね、応援が静かなんですよね。ワイパーうまい。これはあと受け身した。さあ暴れた強気。今ゲーム入るところなんですが、投げる、どうだ。あー、投げが入ったか。投げれそう、立てたかったんですけどね。まあ、ちょっとエラーが溜まってれば出たはずなんですが、ちょっと意外な選択肢だったのかな。確かに、あ、背中蹴りから行かれるとね、めんどくさいんでね。今日しっかり返して、コメントではテラー出して、しっかりスリーヒット。さあ、どちらもカップのお電話と言われてますが、あと大キックがしたるか。さあ、これは中足、あ、中足でも拒否できるんですよね。早出しの大パンチ。さあ、爪が効いている。暗いな、あー、ビオレー、あー、まあまあしょうがないかな、バルログ側は。これにはびっくり。あれね、投げで確実に死ぬときは投げ、笑いすぎでしょ、みんな。投げにしといた方がいいっすよ。飛び込み一さん、マジック、マジックミラー5。飛び込み一段はやばい。しかも飛び込み大キックやったら勝ってたのにさ、中盤からだったよね。まあまあまあ、まあ、まあ落ち着けよ。落ち着くよ、それだろ。太郎さんですね。太郎さんね、しっかりテンション打って投げは拒否る。ドイキック、さあ溜まってるぞ、スパコン溜まってる。ノブダイキング、さあ中盤投げ、あっと打ってみとってない。さあテイラー、テイラーを切る。ゲンに当てましたよ今、すごいな。マオのなんかあの動きがすごいんだけど。テイラー当たって投げる。さあ投げ、今のは心の隙間ですね。投げには来ないでしょみたいな。早し、早しが強いね。今日が強い。このタイプ全部潰しますからね。ちょっとゴロは返して投げる。長田投げになった形。差し返しはちょっと遅かったか。さあ天井早足、あんな返し方あるんだ。投げて、投げて、
さあスパコン入ったが、これはまだ全然、まだまだ大丈夫、まだ全然大丈夫。何で行った？さあ、これはチュンリーの投げで死ぬ体力なので、いやでもこれ触り見ても結構つらいぞ。まあそうなんですけど、おっと飛行剣、多分投げに行ったな。これはどうだ、あーっと引っかかって、さあ時間がない、どうだこれ、バックジャンプ冷静、ダイパン強すぎだろう。確かに。さあしかし一人一冊の仕事は十分してるので、中キックで勝ちそうだったけどな。もう一歩踏み込みた。確かに、ほぼ山本チュンリー、バルド4人に対してチュンリー9人。いきなりバルセロナ、これは勝って奥攻め、早いね、投げてスライング、ちょっと怖いわ。空対空、さあハイクローも混ぜていく、空対空しかいかないな。テンション、背中蹴り、背中蹴り、ね、投げ て、まあ、受け身なんて、投げと真央さんがなんか言いたそうですね。おっとゴロが入って、キックから、おっとハイクロー、ハイクローは機能してますね。どうすどうすと、上から行ったがさすがにでしょ、これはさすがにでしたね。めくり、さあ画面端は、あっと寄りそうだが、これは死ぬんじゃないの、死んだかな、死んだね。ガンガンガンと、いやバルログのキャラパワーは感じますね。チュンリーも弱くないんですけどね。まあチュンリーもキャラパワーあるんですけど、投げる、切り取ってもらいたい、バードキック、さあピオリソー、あーっと体力差がひどい、さあピーだぞ、これは苦しいか。さあ上からまずは2人抜き、あと7人ですか。さあ誰が行く、さあ先ほど大活躍だった、名前は覚えられない、名前が覚えられない、バカバカケベリ、バカクベリ、バカケベリ、マークベリー、すいませんね、マークベリ、マークベリ、投げる、やっぱチュンリー強気の投げが強いですよね。おっと、さあおっとくぐって投げてるの、あて暗いでしょ、うまい、うまいな、から投げにはいかない、まあ、投げがミスったのか。まあこれはしっかり返して、投げる、フェリスギーマン、フェリスギーマン、バグ、バグなのか、投げ、まあ、バルドグもね立ち手であるんでね、あのバグやばいよね。さあバードキック、早出し、さすがに高い、2回目は上がらない、おっと上手いぞ、これはこれ投げるでしょ。さあ中盤でも投げでもどっちでも当たる、中盤と3人目、さあ出ました先生、さっき大活躍したからね、大活躍でしたね先生。さあコメントも先生来た後大盛り上がり、大盛り上がりってことで、まあ、盛り上がってお前だけだろ。テラはしっかり出して、さあ置き攻めが見えないぞ、さあこれはしっかりガード、しかしセーフティーリードではあります。おっテラが出た、今のバルセロナ負けか。さあ暗い爪重い、投げ、投げて、さあもう投げは受け身を取って、あれですね、中爪でね、中爪で暴れると、まあ一応テンションが迷うんだけど、一応当たるけどむずいよね、むずい、まあ、ほぼほぼ安定だよね。背中蹴りってダメなの、かわせないのかな。背中蹴りしても多分前遠いから、あバックジャンプとかされちゃうとかされるし、空中で食らうかもしれないね、ライパンとか。しっかり待って、追撃にはいけない、投げる、強いぞ、しかしさあこれをオーラパン投げて、でこれしっかり出して、これは悪くはない、これは行ってないが、さあこれは
投げ返したー。あーっと、なんか痛そう。なんか痛そう。しゃがみくらいして投げ返すという新しいテクニック。テラーとね、迷わせた。なんかテラーが出なかったね。いや、テラーをテラーと思わせて投げ返すという高等テクニック。本当ですか、本当ですか。新規でしょ。相手を信用してるんですよ。しゃがみくらいを確認させて。確認してるんですか、準備側も。してるんだと思います。確認したら中中でよくね。まあ、まさかバドキックは早だし。さあ、コメントで先生のテラテラのスパコンはたまにしか見れないというふうに。これは誰さんですね。誰ですか、これは。書いてるやつは。まあ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 。さあ、チューズメイ、ほぼパーフェクト。先生は猛威を振るってるぞ。コケンしゃがんで、さあ、しっかりテラ出して。お、テラテラしっかり出しております。ちゃんとコメントに答えていくスタイル。コメントに答える、偉いな先生。今日の先生はちょっと一味違うぞ。投げる、投げ、強気、うまいね。さあ、あっという間に一人抜き。ついに出ましたね、真央さんのうまい。さあ、ザギチュンリー、早め、早め、え、まあまあまあ、拾いたくないんじゃない。何、いや、なんでもないです、なんでもないです。そこで反応されても困る。今反応されても困る。そうなの。さあ、勝っても勝ってもチュンリー調子うまい、投げて。さあ、この拒否型強すぎる。おっと、今手が入ってるのか。さすがにハイクロー叱るとなんか格好悪いよね。相打ち、うまい。さあ、引っ掛けて、高梨、高梨強い。これはお天章だった。さあ、ガードしてる。暴れて、どうだこれ。ハイクローもあるぞ。いや、うまい。あー、ちょっとバラしちゃったか。バックジャンプは強いんだよね。ここは最後まで冷静だった先生。先生強い。覚醒中、相打ち。さあ、大ゴロ、大パン。中パンで、さあ、中ね。おっと、バックジャンプ、いい逃げ。さあ、着地のしすぎないのやばいだろ。さあ、しかし冷静なザギがさばいている。これはもうほぼほぼきついんでは。まあ、スパコンでなんとか、まあ、スパコンないからね先生。ないの、あるの、ある、あるよ、あるの。最近あるんだ、知らんかった。もう何年やってんねんって話だろ。天空逆、これはしっかりクレバー、クレバーな選択ですね。前ジャンプにバックジャンプ。あ、ザギチュンリー結構前バックジャンプ多いですね。めくりから投げには行かない。元気が当たる。さあ、しっかりガード。あっと、これは痛い。おっと、当たったか。なんだ、怪しいが。大パンチ、何で当たったんだ今の。オーラパンチ、爪じゃないですか。すごいね。さあ、先生が猛威を振るっている。投げが強い、よく投げに行った。あ、さあ、手間にそうだけどな。なぜか真央とオペ前の2人は浮かない顔をしているのが気になるところですが。そんなこと言うなよ。喜んでる、喜んでる。これには真央もにっこりだよ。ラウンド1ファイト。さあ、お投入、あやだし、投げて。もう投げられてもいいって感じですね。まあ、安定行動ですよね。くら、投げられた後のことを考える。よくガードした。しかしね、ゴロは拒否。さあ、あっと、これ当たるんだ。これはガード。あっと、今テラ大キックは手前落ちで透かす。リードしてるな、バルドグ。ちょっとこれはきついか。あっと、テラ当たった。しかし、しっかりガード。さあ、天空逆は相打ち、早出した相打ち。ちょっと早かったかな、天空だが。どうなんだろうね。どうなんだろう。よし、手を出して。ちょっと高いぞ。投げて。さあ、これは、うまく。さあ、痛い、痛い、今食らったら痛い。が、まだ、まだ、まだ。さあ、冷静。よくガードした。先生、ガードは硬い。天空逆負けたぞ。
これは角半角をしっかり取っている。テラーをテラーテラー、あーっと草が負けた。これは悔しい負けた。先生があと何4人抜き4人抜きやるな。あと何人あと4人あと4人残って、ヒデとセオとトーコンジェネティ、ジェネティか。さあここはジェネティでワンテンポ置く。これきつい、きついんだ。まあ、倒してる。なるほど。ジェネティというこの4人抜きですね。トビー投げにいかない。いや、しっかりガードしてますね。さあ、スパーで落とす。おっと、もったし。少しかガード。バードキック。バードキックが強い。おっと、空中バード。おお、うまっ。今のは多分中足、中足、投げ。拒否。痛い、これは痛い。おお、リバ投げ、入ったが。テラー待ってる。うまくない？うまくない？うまい。さあ、先生が強い。うまくね？うまいね。しっかり。そう、スマからテラー。うまくね？いいえ。はいね。さあ、ハイクロ当たってダウンまでする。あ、打ち。これはどうなる？背中蹴り。はいね。投げて、ここはさすがに、あ、ハイクロー。だーっと、今のは、中詰めかな。か投げはできないでしょ。まあ、確定 は、さすがに。確定はしないかな？着地の隙は多分少ないはず。S はないよね、確かに。下りも無敵だからね、うん、S は。まあでも、当たれば勝つだから狙う悪くはないのか。 X 準備も多分、あスピバー投げれないよね。いや、着地は隙あるよ、確か。うん、スライディングでいいような気もするんだけどね。さすがにテラーだな。テラー出して、テラー3段やって、しっかり出して。あと、これ、スカるんだよね。そうなんだよね。さあ、しかし、爪がいい感じ。あ、投げ失敗。筐体動いた。さあ、ハイクローが化けて、テラーテラー出して。うまくね。さあ、ね、先生5人抜き。さあ、闘魂さん。さあ、先生がそのままこのまま最後までいってしまうのか。最後までいっちゃうのか。さあ、気持ち気持ち、ついに追いついた。残り3対3 3on3、 まあ、この3on3はね、多分見れないよね。しっかりガード。闘魂さんもこれ勝ちたいはず。おっと、ちょっと早し、爪を食らってバードキック。よくガードした。早出し、爪の早出しは強い。よくガードしてる。我慢はしてるが、さあちょっとね、攻め手がないか。あーっと、これ投げ、これくらいの確定ですね。いや、でもまだ分かんないよ、残り10秒。まあ時間的には全然チンに逆れますが、いやー、まあそうなりますよね。今のはちょっとなー、まあもうちょっとまっすぐ行き過ぎたかなーって感じですけどね。垂直とかね。さあ、まあ、でもしょうがないですね。おっと、爆裂は爆裂強い。これはさあ、爆裂、あっと、空対空しちゃった。先生の代名詞たるハイクローが強い。ぜひ学べと真央さんが怒っております。投げ、ね、投げて、これはしっかりガード。ハイクローが強い。逃げて。さあ、伝承、さっき見た、さっき見た。さあ、どうだ、投げ返した。さすがにガムンザン見せてたな。ガムシャラ投げ返し、気持ちいい。気持ち気持ちいい。気持ち負けてません。さあ、気持ちで負けてないぞ、闘魂さん。先生がかなり機能してるぞ。うまいな。さあ、ハイクローの力が相当うまいんだけど、隙がでかいんですけどね。さあ、テラーうまい、うまい、うますぎるんだけど。さあ、これは東郷さん苦しい。拒否して、さあ、まあ、これはちょっときついか。ハイクローがあるんでね。そう、かなり、あ、危ない危ない、危なかったが。
垂直中詰め大パンじゃない中じゃない中パン中だよ、多分、うん、中が強いんですね。さあ、ヒデヒデヒデ一勝したいね。いや、だって勝ってないんだからさ、やっぱ一勝したいでしょ。さあ、チュッピーチーム苦しくなってきた。おっと、早い早い早い。さあちょっと遅い遅い遠い。会場が固唾を飲んで見守っております。ちょっと火やっぱ硬いな。おさあどうだ、テラーテラー、これは終わったか。いや、逃げて。お、なんとか逃げれた。いやこれはしかし、ハイクローがあるのでね。いやでも、安直じゃないですよ。テラー冷静、マチテラーうまい、しっかり出ております。 うまいなぁ、うまいなぁ。しかし、これは食らって、これ投げるよね。投げて、あ、確率良い、いいね。さあ、テラーを刺さったね。刺さってるけど、出さないね。いや、今の多分テラーでしょ、スライディングは。いや、どうだろう。さあ、あっと、なんか追いついてきた。いや、でもあー、これはさあ、リーチ、リーチか。まさかの6人抜き7人抜き。先生が6人だか7人だか抜いておりますが、すごいな。さあ、このまま行ってしまうのか。7人抜きだよ。いや、7人抜きですね。7人抜き、下1桁が8なんで。投げて、これセオも倒すのか。 あるな。あっと、これは苦しそう。さあさあ、リーチマッチポイント。リーチ、まさかまさか覚醒してしまうのか。さあ、先制伝説の幕開けとなるのか。しっかり出して投げる、投げて、ハイクローが起動しまくっている。確かに冴えてるね。相打ちでもこれは全然高尾。さあ、バックジャンプ、あーゲーやって、できる、中足戦列、今のは太かった。よく出しましたね。確かに。さあ、今先生が優勝片手にかかった瞬間があったんですが、ね、よく暴れていました。ゲンキック、手前落ちと見た。半分リードしてるのはセオ。さあ、転生、あ、最低、しかしこうなると、これはもうチュッピーやばい、出ないですよね。セオはマチモードでしょう。うん、あと怖いのはハイクロー。あ、さあ、先生は自分から行かない。この辺りは昔から変わっておりません。え、でも行かないとこれ、まあでも行かないでしょう、多分。いや、行かなきゃマジだよ。まあまあまあ、そんな感じですよね。さあ、しかし、まあ、超頑張った、頑張った、お見舞い。誰にも相談することなくお見舞い。もう順番、こっからステオが検証すれば伝説ですね。相打ち、読み、投げ、いや、投げに行ってなかったな、今の。あ、なんか他の技受け身取ってなかったから。あ、そうかも。多分座れたんですね。テラーマツだったのかな。投げ、受け身ないのは痛い。さあ、これは、あ、安い。おっと、いや、今のは投げ返しを誘ったんですね。誘ったね。投げでギリギリ死なない体力かな。まあ、死ぬ体力だったら多分当たってたと思うんですけど。返して、投げて。さあ、だいぶ体力は奪ったが、画面端から逃げれた。これは貯めるしかないよね。早出し、しっかり出して。
さあ攻めにはいかない。怪しい。しっかりガードして。さあこれは待ちか。画面端ですから。あーっと、あーっと、あーなんだそれは。打撃返す転生。これはさあ行かない。あ、いや安い。どうだこれ。あ、あー時間が無情にも優勝はバルログチームおめでとうございます。バルログチーム、いや最後いろいろありましたね。よかったね、ちょっと安全に行こうとして負けたって感じだったね。さあじゃあこの後は抽選会ですか。印象インタビューとかあんのかな。まあ印象インタビューしとく、一言ずつもらっとくか。いやいやいやじゃない、全然もうバルログさん、いや、優勝したバルログチーム応援してますよ、コメントいただきたいと思います。一人ずつでいいんじゃないの、一人ずつ、はい、順番に。じゃあ、仮面人さん、仮面人から、はい、で先生最後でね。カメラどこ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。はい、これ順番的にはどういくかですけどね。仮面人さん、太郎さん、オペマイ、マオ先生ですかね。はい、いや、一応マオが先じゃないの。あ、でも負けそうになった時勝ったからな。あー、はい、こんばんは、長丁場でしたね。ということで、今回の16キャラ戦はようやっと、まあ、長かったんじゃないでしょうかね。とバルログがきっちり優勝したと。今までがガイル、バイソン、バイソンが2連覇してんだよね。ガイル、バイソンでようやっとバルログと。いやー意外と大会とか、しかもそんだけ大人数だとね、バルログとかもそうなるのかなみたいな一瞬思っちゃいますけど、そうやっぱそんなことはなかったという感じの前夜祭でした。ということで、これからサクッとトーナメント表、明日の本戦のトーナメント表を作りたいと思います。で今回34チーム事前エントリーしている中で14チームが海外だったりとか中部だったりとか、あ、先にインタビューで申し訳ない、あと優勝した仮面人さん、ネット対戦から実機デビューしてまだ1年も経ってないんじゃないの。そうですね、もうかける号、去年のかける号が、まあ、実機デビューみたいなことだったんで、カメラこれあるね、はい、去年のかける号が実機デビュー、はい、そっから1年、丸々1年、はい、で、まあ、前夜祭ですけど優勝と。ありがとうございます。おめでとうございます。実機とネットでは実際どうですか。いや、そう大きな差はないと思うんですよ。だから ネットで頑張れば実機でも実力はだいぶつくと思いますんで、はい、まあ、今日はもう他の方のプレーを勉強させてもらうだけでしたけど、明日はもうそれを生かして勝てるようにチームでも頑張ります。ということで、とあれですね、アニコレだったりとかウルスだったりウルトラスト2だったりとか、まあ、古く言えばあれですね、HD だったりとか何かしらね、ハイパースト2とか何かしら新しいスト2に関するタイトルが出るたびにプレイヤーがどんどん増えていったりとかして、まあ、いい傾向だったなとは思うんですけども、実際それが役に立って実機でも戦えるようになると。横で、まあ、まあ、ネットだとね、今だったらジャイアンさんがやってるジャイアンリサイタルオンラインのもありますけど、でネットで大きな大会とかそういうのがない中でですけども、そういうところで練習して実機でも大きい大会で活躍できると、実際活躍できたという実績を残してくれたので、今後もあれですね、インターネットとかでのその対戦ですね、対戦だとか練習だったりとかに近場のゲーセンがない人は一生懸命頑張ってもらって、近場にゲーセンがある人はまだこうご時世がご時世ですからね、ゲームセンターに50円でも100円でも落として、あと自分らの遊び場を守るためにもね、ゲームセンターいろいろ通ってくれればいいんじゃないかなと思います。そんな感じでした。そしたらじゃあ次がですね、のキラコング太郎さん、さあ優勝バルログ、ようやっと
ようやっと前夜祭、今までガイル、バイソン、バイソンとようやっとバルロが優勝です。あ、スイッチこれスイッチ入って上に上げ上げてから、入ってます、入ってます、あ、入ってますね。どうでしたか、はい、今回は。いやちょっと周りの本当メンバーの方々にちょっと助けてもらって、まあ自分も最後2回勝てたんでよかったです。ありがとうございました。どうも、ほんと前夜祭の同キャラチーム戦はそういうようなもうチームみんな同じキャラ使いが、例えばなんですよね、バルラシ1回戦目だと例えば DJ、 みんながみんな一丸となって DJ を倒そうみたいな感じで一体感、はい、一体感が生み出されてすごいいいんじゃないかなと、はい、いうことで第1回から好評だと、まあ、僕は思ってるので2回3回4回と連続でやらせてもらってますが、まあ、こういう感じで皆さん のプレイヤー間とね、その仲良くなったりとかで、終わった後みんなでデイトナ式の前であれね、同じ同キャラチームで記念撮影みたいな、あれも恒例行事になってるっぽい。恒例行事なんで、バルログ使いの方々もあれですね、みんなで後で多分撮ったぞみたいな感じで多分写真撮ると思うんで、まあ、マオニャン一番真ん中にする必要ないと思うんで最初にマオニャン端っこの方でいいんじゃないかなみたいなな感じですね。ということで、バルログチームのビビオサウロさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ次の方はあれ、これ先生は今回名前何やったの？先生出てんの？先生って呼べばいいのか、もう名前がほら3つぐらいじゃん。ああ、ありましたね。通称自分で名乗ったことはないんだけども、まあ、モアバルだったりとか、スカイハイクローさんだったりとか、で先生やだとか、まあ、一番メジャーなのは先生かなと思うんですが、そうですね、先生で今回大きい大会とかであれじゃないですか、こういうような場面出るのって、まあ、本当は初めてって言ってもいいぐらいな。そうですね、久しぶりにゴールデンウィークで楽しんだんで、かなり活躍してましたよね。小江門さん戦、まあ、小江門ちょっと煽られすぎだろうって感じでしたけど見事にきっちり務め出して、なんでバルログ使いもね、皆さん意外とみんなバルログ使いってね、なんかあんま群れないイメージなんだけど、意外とみんな仲良さそうな感じで、それいいなと思いましたね。のでバルログ使い、世の中のバルログ使いはもっともっと多分隠れバルログいっぱいいると思うんだよね。実際はバルログ使いたいんだけど使うとななんか言われるしなみたいな感じの人たちもいると思うんで、別に怖がらずにバルログ使って今回みたいなそのチーム戦とかその団体戦とかで活躍してて、そのみんなのそのバルログ使ってくれればみんなもバルログ対策にもなると思うので、ウィンウィンのはずなので、みんなで頑張ってやっていければなと思います。とりあえず先生、今回活躍おめでとうございます。とんでもないです。はい、どうも、変な人1号、はじめまして。変な人1号はじめましてじゃないんじゃないの。てつさんやったよっていうのは、てつさんっていたんですよ、もう一人で、ちょっと時間の都合で帰られたんですけど、あー、いらっしゃったね。いたんですよ。ほんで、その方がネット勢で僕とかマオとか見てバルドグ使い始めたって言ってくれたんで、すごいあれだね、そういう既得な方もいるんですよ。そうだね、今、俺は俺から言っていいのか迷ってた。いやいや、さっきの発言と矛盾しとるね。そう、だから言えなかったで、まあこういうのをきっかけにね、みんな使ってください、バルドグ楽しい、まあ、そうですね、世の中で言われてるほど、まあ、言われてるほどのキャラではあるけど、でも実際いなくなると、ね、いざ大会とかそういうのとかで、ね、やっぱ避けては通れないキャラなので、うん、やっぱいてくれないとっていう部分もあるので、必要悪ですね。そうですよ、要はなので、でも適度に、うん、のどんくらいだろうね、のまあ、スト2プレイヤーが10人いたら 0.5 人はバルログいてもいいんじゃないかなと思います。今 0.5 人もいないですからね。あ、そんなにいない。そう、でもうちょっと増えてもいいんじゃないかな、うん、な感じで、とりあえずオペマイさん、はい、ようやっと、ようやく、散々ね、バルログ、まあ、マオニャンいて、オペマンいて、ね、割とバルログ、やばいプレイヤーいっぱいいるじゃないですか、なんかね、毎回、えみたいな感じので、死んでいたんですが、今回はきっちり、そう、去年は DJ にやられて、その前がどっかにやられたか忘れたんですけど、ね、ベガです。あ、ベガ？あ、そうや、犯人。で、頑張った結果があったんで、いや、まあ、はい、バルログ使いとしても、悲願と。優勝だと思うし、ね、嬉しいです。で、スト2生からしても、ああ結局バルログかっていう表現かもしれないですけど、でも言うても4年目です。4回目でようやっとです。そうですね。なのでみんなの、まあ、頑張り次第でバルログも攻略できるキャラなんじゃないかな、ね、気のせいかなみたいな感じで、ね、はい、いると思うので、はい、これからもバルログ使い
用語はしなくてもいいと思いますけど、無駄な叩きはなしにしましょうね、はい、な感じですね。みんな使いましょうですね、はい、みんな使われるのは嫌だなありがとうございます。ありがとうございます。じゃあじゃあ、あ、もういか略でいいかな、編集でカットの部分かな、ここはな。え、これ編集でカットの部分これ編集でカットの部分かな。さあ、マオニャン、マオニャン、いい感じに間でおでこのとこあの電球でテカってますねこんな感じでいい、いい感じでテカってますね。こんな感じでいい、初日の出、はい、令和元年初日の出的な初日の出優勝おめでとうじゃないの、優勝おめでとうじゃないです。マオニャン今回あれですね、公約通りシュウ君と組んでますねそっち来たか、うん、そうだね、うん、まあまあ最近さ、もうスター流行ったじゃん、あれでさ、もうフジモン優勝しちゃったでしょ。もう俺魔王界組んでんだけどさ、フジモン界になったんでしょあれ、ちょっと追い出されちゃったんだよねまあそんな時にガムシャルジャパンから道端路上に倒れている魔王さんをちょっと拾ってくれたんで、マジだ物好きもいるもんだね、本当に助かりましたよ確かになんかすごいですよ、だってそれ大抵の人間が素通りするところを拾ってくれたんですよね。そう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 、ちゃんとよくね、脇道見てるんだよね、ちゃんとね。いやーねー、闘魂さんはね、やっぱね、その懐の大きさがあれですね、のつい最近ご結婚もなされましたし、やっぱ闘魂さんの人柄の良さそうなんじゃないかなと思いますね。だからもうこれに報いるためにね、ちゃんと恩返ししてね、優勝導く。まあ確かに今回ガムシャルジャパンのプレイヤーチームメンバーも結構豪華ですからね。そうだよね、頑張れればいいんじゃないかなと思います。というわけで、はい、とりあえずはですね、悲願の4年目にして、ワードバルログ、まあそうやな、優勝本当に久しぶりで初めて、うん、ようやくやね、本当にね、ようやっと本当にね、前回 DJ に負けた時はね、あ、ごめん、ユーズルに負けた時はね、本当にね、マジムカついたね一応あれですね、魔王界のメンバーなんじゃないですか。 あいつ居候です、魔王界のマーカーのメンバーじゃないです。これ結構配信されて残りますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫、あいつはもともと居候という方で、俺別に入れたつもりないんで。ひどいね、うん、まあそんな感じで、とりあえずですね、4時半から始めたのかで、まあ長丁場5時間半、うん、まあキャラクターがね、まあ16キャラで、しかもね、なんだ一番少ないチームでの4人の一番多いチームで17人ぐらい、そうだね、まあキャラクター平均したら大体10人、まあ10人は言い過ぎ、8人ぐらいか、はいはいはい、まあ今回時間にはなりますわな。まあでも本当皆さん楽しんでいただけたようで何よりです。とりあえず来年以降とかもこういうような感じで同キャラ、年に一度ですからね、同キャラ同士の交流、地方を超えた、地方の垣根、地方プラス日本だけじゃなく海外の垣根も超えたような交流ができればなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マオニャン、はい、バルログ優勝おめでとう、ありがとうございます。スタルジャー永田さんとセロテープさん、重大な任務が、さあ明日のこれね、これこいつです、犯人はこいつです、犯人はこいつです、こいつです、ここにあるこいつです、こいつがうるさい、このあ、もう用意されてますね、見えます、あ、まあ、ちょっとあれだね、もうちょっと持ち上げないとダメだ、セロセロさんもちょっと持ち上げないね、これね、今トーナメント表ができてます。で、先ほども言ったんですけども、34チーム事前エントリーの中で14チームが海外だったりとか中部や沖縄、九州、大阪とかのね、遠征勢の、その遠征勢がとりあえず被らないように先にくじ引きします。で、残った関東勢20チームをくじ引きしていく形になりますので、よろしくお願いいたします。だね、ちょっと待って、あれ大変さんにそんなのやらして、ちょっと待って、大変さん、あの大変さんに俺こんぐらい持ち上げとけば大丈夫かな。九州って言われてちょっと不安になったあれ、スピリタさん、スピリタさん遠征勢に入れてたかどうか、おい入れといてくれ入れなきゃやばいだろ、確かに、ちょっと待ってね、さあ外行って、はい、お願いします。おっとね、くじ引きとはですね、それぞれのチームに対して一言ずつ二言ずつぐらいのコメントをしつつやれればなと、まあそんなこんなでちょうどいい感じに閉店の時間、まあ明日もみんな頑張ろうねーな時間になると思うので、皆さんもうちょっとだけ配信ね、お付き合いください。
コメントは見れる状況にできるのかな、これ難しい感じ。今まだちょっと準備もうちょっと借りそうだから画面にしちゃっていいよ。ゲームの画面にお願いします。 OK でした。大丈夫でした。スピリッサスさんのチームはワニケイさんもいるんで衛星でやってる。ああ、大丈夫ですね。したらじゃあまず遠征のところどこのどの14だから3344だね。3344で、じゃあ当日枠ないところに44だね。そうね。で当日があるところは33っていう感じで埋めていければなと思います。じゃあ遠征枠のやつはこれ遠征です、はい、遠征と、はい、遠征のやつ先に行ってきます。1番3番、5番、まあ、話した方がいいです。そうそうそう、1番3番5番はい、失礼しましたね。これでのちょっと遠いね。カメラ遠いね。これちょっともうちょっと手前にセロ様。じゃあカメラじゃなくてこっちを持っていこう。これでね、今ねトーナメント表に赤で1234、 A ブロックに黒の1234で、 B に567で、 C に赤で1234で、 D に567と14個あれ振りました。でトランプの黒の1から7と赤の1から7をそれぞれ引かせていただければと思う。これであれですね、遠征勢同士がとりあえず1回戦で当たることは避けれました。で、B と D の当日枠のその下ではなく上に配置した理由は、当日枠で遠征がもし抜けた場合にまたすぐ当たっちゃうのもなんだなと思ったので上に配置してあります。1234567
両方それで両方とも1、2、3、4、5、6、7とこういう感じですね。なのでそれぞれでまずはあれですね、海外チーム、海外に含まれてます経験値65535、まあ、僕のとこですね、僕、ゆうべが野口、大西、ザギ、フランスからの遠征生ですね、ザギ君を含む僕のとこと、チームシンガポール、トモ君と、エンペラーと、ミスター K、で、TFO、で、コモラブランカのシンガポール勢ですね、シンガポール勢2人、3人か。まあ、あれ、オルジョじゃないんだみたいな感じで。ちょっと笑っちゃったんですけども、そこの2つを先に引きます。そこの2つはまあできれば間ね、赤と黒で別コロになるといいねって感じですね。はい、じゃあなんだっけ、エントリーナンバー若い方、うちが15番だね、うちですね、うちをセロテープさん、じゃあ引いてください。まあ、これでね、何を引いても別に文句出ないですからね。まず1個目ですからね。まあ、文句出たとしたら、ゆうべがさんからでしょうね。はい。黒の5番。さあ、当日枠ある方。いやー、やっぱそうなるんですね。ゆうべがさん見てますか？セオテープさんが今引きましたよ。ゆうべがさん、セオテープさんが今。さあ、じゃあ次、あれですね、スチームシンガポール。できれば赤を引いてほしいですね。本当に左右両方分かれるように。なんで黒引いたら引き直しでもいいぐらいです。さあ4番、あー、まあブロック違うっちゃ違うからいいのかな。あー、まあいっか、できれば赤が良かったところですが、まあ違うブロックにはなったので、さあチームシンガポールがの A ブロックの1、2、3、4番目ですねになりました。さあ次が次あれかな、遠いのが沖縄と九州、どっちのが遠、数少ないのかな沖縄と九州でできればあれじゃん、距離近い。遠いので言うと、スピリタスさんの沖縄じゃなかったっけ。沖縄かアラバマの北海道。あ、じゃあそこいますか、そこをそれぞれ。はい、じゃあ水拳クラブ、スピーダス、天才チンパンジー、エクスパー、ミア、ワニケ、赤の5番。あ、いい感じで、なるですね。今んとこセオデブさん、いい仕事してますね。今んとこいい仕事してますよ。はい、次、新人、ルイと。コエモン、紫、マキリ、フジモン、アラバマ。いや、結構チートチームですね。6番。お前、チケンで、バカ。さあここですね。うちちょっとさ、セオデブさんさ、俺そこが一番嫌だったんだけどさあ次ですね。じゃあ遠いのは九州か、九州の、うん、初代吉和くんか、春さんのあれじゃねえか。じゃあそこの2つ引こうかそこの2つ引いたら、あとは大阪とかなのでね、ポンポン引いてっちゃっていいんじゃないかなと。しょがりがんねん、名前がやばいよな。さあ赤の3番はい、次がグランドダブラリスピニングつむつむ Z、 万学、うさまに、春、タコ太郎 Z、 秋田つぶつぶ、九州と秋田が黒の3番。熊本、次が熊本、アイデルン君たちかな。 A がドラえもん、のび太の S3 技兵団、プライムベガ、のび太、S3 技、オヌチョ、アイデルン、熊田。なんでオヌチョいいんだろうね。さあ7番。さあ B ブロックはもうあれですね、先に引くとこは埋まっちゃいましたね。はい、したらじゃあとりあえず遠征残り、まあ中、大阪と中部とかかなになると思うんですが、ポンポン引いていっちゃいましょう。とりあえず若い順に、はい、めくり番3回7番セロテープ、
次フジモンハン。おこ、おこはうんこですね。うんこです。次ガムシャラジャパン。お、いいですね。いいですね。いいですね。非常にいいですね。セロネームさんやりましたね。さあ飛び込み6段。ヨミ、ヨミちゃんのとこは4番。NK 流星、復興しやべえ。復興しやべえ、NK 流星。これは間の、軍勢とかデゲッシュがどこ ?1 番。さあ、ああ、鷹の爪さんですね。やっぱ好きやねんと。まあこれね、今ね、どん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 貼っつけててね、ちょっとカメラ若干遠いんで分かりづらいと思いますけど、後々ね、ちゃんとアップにしてきますんで。最後がウルツー、先ほどのですね、仮面人さん含む、ウルツー仮面武道会が、そこと。さあ全部回りました。さあ今度あれですね、また数字僕今適当に振ってくんで、ペンどこに置いたっけ、そこだ。黒と赤一本、両方とももらっていいですか。次ね、ちゃんと分かる。今回これで残ってるのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個まで振ればいいわけだね、両方ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個までだね。で今回はですね、黒と赤入れ替えですね。後からこれ剥がしたとき分かりますよね。A、B、マイク微妙だね。そう、先ほど黒の番号だった方が赤にします。今から番号振ってきますね、分かりやすいように。大丈夫です。さっき大平さんには持ち上げといたんで。さっき持ち上げといたんで、こんぐらいは大丈夫です。もうあと10分ぐらいはこれで大丈夫なんです。もう 10分後にまた持ち上げるんで。さあ、じゃあ次、アイシェンの普通にエントリーの順番通り、若い順番でいきます。次は令和元年。福山2回転、津村、藤沼、手。お、テクンとミヤミヤがね、チーム分かれたの初めてじゃないかなとびっくりしてんだよね。さあ、いきなり決まりましたね。ゆうべが率いる、ゆうべが、マッツン、野口、大西、ザギ、チーム対、福山、2回転、津村、藤沼、手、ダルシムチームが、お前、早えよ、組み合わせできるの、お前。もうちょっと引っ張ってみよう。とりあえず、まあ、1回戦決まりましたね。さあ、次、大盛り上がり、MB、鈴鹿、根も、黒ザンギ、TNW が、さあ、8番、黒の8番、めくりバンサーが、うわ、さあ、ここですね、ちょっとこれ、マグネットコーティングされてんのか、ガンダムかよ、ここですね、ザ・ビヨンド・ザ・ゼネレーション、太郎、破天荒、いろは、水宮、春木春。先ほどあれですね、バルログチーム、優勝したバルログチームに入ったんですね。赤の7番はここだね。さあ、新人類。お前、新人、お前、水宮、中学生だぞ、なめんな、この野郎って感じので。こっちの方がより新人類だよ、というところを見せてくれればいいんじゃないかなと思いますね。こっちの方が若いぞ、と。お前ら新人類の年齢半分以下だぞと。さあ次、うね軍団、ここも若いですね。うねがえる、ヌルポが、ハク、コテ、デレロ、赤の1番。さあ NK 流、いやこんな子たちに NK 流とかさ、わかんないよこの子たち。 NK ってなんだろうみたいな、筋肉マンかなみたいな。さあ次、飛車角、声裏返っちゃったよ。吉木、タイヤ、これあれじゃないですか、中田さん率いる、運営チーム。もうレジェンドチーム。
さあ、吉木太平、原の正月ハゲ。ハゲって言いづらいんだけど。5番。さあ、ゼロ回戦ですね。ゼロ回戦ありですね。はい。ゼロ回戦の、しかもここだからあれだね。あの、本戦の一番最初の試合だね。本戦の一番。オープニングマッチ。オープニングマッチで太平さん。目立てますよ。目立てます。一番美味しいとこですよ。さあ次が、さあチーム無敵時間。さあ芸人枠、芸人枠っつった。坂本、矢野智之、ここら辺あれですね。確かにオープニングムービーに出たらいいですね。さあ黒の7番、おウルツー、ここ仲いいんじゃないの。これ7番でしょ。ウルツー勢ですね。こっちでした。ウルツー仮面舞踏会と無敵時間、俺美味しいですね、どっちも。さあ次タイムマシーン、これは回る、巡る、なんだろうね。クロッチ、ポニムラ、スノッピー、ジェネティ、森さん。いや、これね、やだね。ここ俺絶対当たりたくねえ。これ絶対ここ当たりたくないよ。あ、4番。あ、オープニングで、タゲー勢の吉木、太平、春の正月、ハゲに対し、もう化石。クロッチ、ポニムラ、スノッピー、ジェネティ、渋谷小村会会長、森。これ実質あれですね。長田正月、シャグジー長田正月と、いや、ビッキーズしようみたいな感じの、どっちが上な、どっちも下だよみたいな感じの、ですね。さあ、次、立川緑会、ここひどいね、オープニングマッチでこれ。さあ、立川緑会、歌舞伎君、兄、花丸、木、ウッディ対セロハンが当日枠になっちゃいましたね、赤の10番。さあ、いやもう俺疲れたわ。次、乾杯。何に対してだろう。乾杯。文鎮、シャル、南、西船橋、シーパラ、草、さよならエンペルト。18番は2番、やっぱ好きやねんということで、ここはあれだね、割とその鷹の爪さん以外はその身内感がある。いつも飲んだくれてるメンツだね。さあ、次、第5スーズ。H ブランカ、音ミシンで、エイリン、ターボー、ザッキーワイルド。これなんだっけ、あのタゲー勢で、俺なんだっけ、あのストフェスで見たよ確か。エイリンさんであのチューニーコスプレしてた人だよね。まあどこになった、黒の5番、あとゼロ回戦、そうですね。ザッキーさんね、あのエクサーとかちょこちょこ出てくれてるから、はすがにいい加減覚えてよ。さあ、動物落とし、パクリゲパクリ、本人はインスピレーションを受けたと言ってましたけど、いや、どうなのそれと。機械ガエル、川又、カーシム、ヒデ、長州、結構ここめんどくさいよね。さあ、そこが黒の10番、当日枠。いやー、これめんどくさいね。当日枠なんだかんだ勝ったところが上がってくるからね。次、中野 TRF、 店の看板しょっちゃってますよ。なぜ中野 TRF アカウントからリツイートされましたからね、このチーム。あれだ、リツイートされたと思ったら、あのこ店のアカウントじゃんみたいな。ありがとうございますみたいな。ね。ピロシ、セオ、中野、で、ジャイ、廃人が10番。シードですけども、ここがですね、もしあの動物落としが勝ち上がると、身内、もろ身内ですね。次、グッチ会。金子、グッチ、鈴木、話、沼がどこに出る。さあ赤の9番。さあ立川緑会と当日枠、どっちか勝ったほうが上がってくるぞ。さあ次、ポニョクラブ、トンタンキー、K。 いやー、この2人だけでもうっとしいなと思ったら、 K 君がねバイソンなんだよね。で、タスマニア、タイガーマスク、鉄骨屋で尿ということで、ここ深谷とか北関東チームだねが何番かな。さあ黒の6番は水拳クラブ、令和元年版、スピーダス、九州チームって言っていいのか。いや違うな、九州なのはあれはスピーダスさんだけだね。あとワニケイさんがいるのかと、1回戦です。さあノーミス1秒、短波、ためすぎはよくないな、ためすぎと見習い、義王、コマロード、あこれ S キャラパッカーだね。S キャラ、しかも多分これ若者ばっかなんじゃないかな。さあは赤の8番。さあ S 残機に対して S キャラチーム。
もう S キャラもどっちかで一緒って感じなんだね。多分淘汰されるんだね。さあ S キャラチーム対ドラえもんのび太の S 残機兵団。さあ次老人会2049。これずいぶん飛んだな。お前今から30年後ってもう80歳ぐらい80にはまだなってないと思うけど、結構際どくねえか。セロテープ TMFU シカ、あ、てかシカくん、シカくん、これ君らの年齢半分ぐらいじゃないの。あの子20代中盤後半とかでしょ。ひどいね。さあ何番、さあどこを引いた。黒の4番。あ、多芸勢チームですね。ゼロ回戦でも上にすぐあれです、 A4 さんが待ってますからね。すぐに A4 さんが上に待ってますから。はい、次松戸スト2調査兵団、リリトシ、横打剣、ヘッポコで、ミノさん、これもあれですね、あのヨガストライクバッカーズのもう大元ですからね、横さんはね。1番、うわー、ひどいひどいひどいよ、森田くん、あんまりだ。フジモンハン、最も引いてはいけないところに行ってしまいました。まあ、あれですね、ルーザーズで頑張りましょう。さあ、7個 SOS 横浜西口、MR ぬくぬく、加藤、マリオ、マリオ、これウルトラじゃない方のマリオですね。で、青木、サイクロンが何番かな。さあ、写真撮影は全部決まってからにしてくれ。さあ、ここ3番、しょがり元年、しょがり元年に対し、7個 SS、しょがりされちゃうよ、助けてーと、そういう感じでしょうかね。さあ、次が、新戦国無双、吉尾、平、白、ベイビーナイン、大黒者。いやー、渋いね、このチームね。さあ、ここが、小高のところが、実は頼む。最後ですね、ここじゃあ、あれだな、どっちがいいんでしょうかね、もうここ、藤本、ガムシャラジャパンの闘魂、シュー、店長、バイパー、マオのところに行くか、こっちですね。グランドダブラ、これ結構運命の差だね。これまあエントリーしたのが早い順ですね。新全国武装、さあどっちに生かされるのか。黒の2番ガムシャラジャパン、魔王と行くのか、いったさあということで新全国武装が、こうセルテープついてないね、新全国武装がガムシャラジャパンへ。そして頼む、小高、創造、赤ブラ、焼き鳥、中村、強いね。それがこちらですねになりましたと。さあということで結構今ですね、パッと見てまあここが抜けるんじゃねえかなっていうところ、ある程度分かるブロックと、ここ結構きついねっていうブロック分かる。相変わらずあれだしね、デイトナーのはちょっと大きな声出しちゃうとマイク飛んじゃいますね。さあ、パッと見た感じですよね。パッと見た感じは、まあ、Cブロック、まあ、Cブロックが一番やばいんじゃないでしょうかね。Cブロックの左側。で、D の右、D の右も群雄割拠ですね。しかも当日だから出てくるんですよね。あれだよ、あれ。あれだよ、あれ。で、さあもう、結構もうすでにクレームが出てますね。さあ、で、じゃあ、出来上がった表を元に、あれですね。まずじゃあ A ブロック、これなんだっけ、これカメラをアップにしてた方がいいのかな。カメラごと持ってっちゃいます。持ってける、どこまで引っ張れる、引っ張れるかな。さあグイーっと、さあ酔わないでくださいね。おっと OK ですね。もうちょっと違うかな、もうちょっと違うでいい。はい、このくらいですね。これで OK じゃないですか。さあ A ブロック、はい、今ここスクショする場所ですよ、スクショ。キャラクターの名前、プレイヤーの名前がちょっと隠れちゃってますけど、それはなんだっけ、ツイッターのアカウントでエントリー情報を見て確認してくれればいいと思います。チーム名は完全に見えてますからね。
これスクショする場面ですよ。 A ブロックです。はい、じゃあ次 B ブロック。はい、 B ブロックがはい、こんなもんですね。はいはい、これスクショするところです。あ、ちょっとあれかな、下これが見えないかな、ここ、これ新人類、これちょっと見づらいけど、ここちょっとめくっとくかね。はい、こんな感じでこれスクショしてくださいね。はい、こんな感じです。 OK ですかね。 OK ですね。じゃあ C ブロックいきましょうね。もうちょっと仕掛けていいかな。さあ、こんなもんですね。はい、 C ブロック。はい、今まさにスクショするシーンですよ。あの、公式より先に誰かしらが多分ツイッターでアップするはずなんで、あの、今日の夜にはね、あの、ちゃんと公式の方でもあのツイートできればなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ最後 D ブロックですね。はいはい、 D ブロック、こんな感じです。ちょっと斜めってるね、ちょっと斜めってるね。まあこんな感じ、これはこう、こう、こうだね。そう、こんな感じで動物落としね。はい、 OK ですね。はい、じゃあとりあえずもうカメラは聞いちゃって、これつく椅子ごと前来ようかですね。はい、ではい、こんな感じですね。じゃあ永田さん、永田さん、今作業中ですか。永田さん作業中ですか。永田さん作業中だったら、じゃああれ、ジャイアンはもう帰ったかな、いんのかな。いやー、セロの野郎やりやがったな、あいつ。ほんとね、次見つけたら引っ張ったくしかねえ。今目の前にいるところで言ったから。はい、じゃあ長瀬さん、じゃあ、はい、まあ、簡単にね、今何時よ、今10時半。あ、思ったより早くくじ引き終わってよかったね。そうね。じゃあとりあえずそれぞれのチーム、じゃあチームというかトーナメント表ですね。なんか予想、勝手な予想ですね、まあ、紹介も兼ねて予想、予想としては、はい、とりあえずは A ブロックはどこでしょうかね。左側 NK 流が本命なんじゃないかなと。 NK 流はまあ、デゲシュ、グンゼ、トモザ、ナオキ、クスモンド、いやーチーム強いよね。ここ、まあ、ただでもこれさ、下にさ、シャル君もいるさ。そう、シャル君と草君がいるから、うん、ここの2つが結構、ここの2つ、どっちが先に下落ちるかだね。ただ、お茶丸さん何バルログなのですね。まあ、あれですね。まあ、ただ、ウネ軍団には俺は頑張ってほしい。まあ、確かに若いやつが頑張んないとね。で、こっち側結構やばくね。鬱陶しいのいっぱいいるんだけど。いないよ、いない。鬱陶しいのしかいない。ていうかさ、右さ、年寄り率やばくない。まあ、ここ、コタカーんとこ。まあ、ここが大本命かな。そうだね、コタカーんとこだね。コタカーんとこだね。まあ、ルーザーズあるから。あ、まあね。まあ、とりあえず1位抜けは、まあ、ここはあれですね。のこの2択、最後の2択をちゃんと引いた、コタカーんとこですね。いや、ここ、ほんと運転の差でしたからね。小高のところが、本命ですね。さあ、しかし、でもうちのチームね、みんな他のゲームでは強い人だった。そう。しかもキャラが強いから。キャラも強いからね。S 坂、S 坂、チュンリー、ガイルって。そう、S 坂2体でやべえだろ、みたいな。ですね。まあ、そんな感じで、まあ、A ブロックは、まあ、とりあえず、ルーザーズが相当厳しそうですね。そうね。できれば、ほんとに落ちたくない。ような感じの1位で抜けた感じでしますね。じゃあ次 B ブロック。 B ブロック、さあ左側はまあこの新人類と松のところ。ただ松のところは最初初戦で当たるチームにホークと、はい、あと2回転っていうね。そうですね、バイソンね。2回転のバイソンね、結構めんどくさいですからね。大会の一発勝負で当たると、ね、相当めんどくさい。そうですね、直樹くんとかね、MB とかね、2回転とかね。いやね、大会でなるべく当たりたくない人間だからね。ここはで、下にはもう大本命の、そう ね、ここ本命だよね。小右衛門で紫いて、藤門いてアラバマでしょ。ここはきついね。で、こっち側は右側は右側グッチ近いかな。
ウチカイ強いね。ウチカイとあと先ほどまあ僕自身も負けちゃったあのスト4、まあ、古くはカップ S 勢ですね。カップ S からあの吉尾とかと一緒に来た花丸くん。花丸くん彼は非常に丁寧です。強かったね。強い花丸くんとあとセロファン。セロファンですね。ただであと歌舞伎くんすごい頑張ってますよね最近ね。ただこっちのブロックはまあこの当日枠がどうなるか分からないんで。あそうだねここね。まあ言うても沼くんいて話いてうちいてここのチームだって金子と鈴木以外の5分の3で画面荒らすことしか考えてない練習だからさ。まあ沼くんは荒らさねえかけどね。まあグッチさんと話がどんだけ荒らすかですね。まあでもどこのブロックでもそんなに安心はできない。そうねここまあ1位抜けはこの新人類かね。悔しいけどうちらも抜けたいけどね。強いだろ。ザギくんいるんだぞ。あ ザギ強いね。さっき俺ノジア負けたわ。すんなりしてる。さあ C ブロック。さあ C ブロックがフジモンハン、あインチキチームですね。今回の一押しインチキチーム。ここを優勝しなかったらみんな石投げていいと思います本当に割と本気で思ってますよ。のオペマイバルログ4代目 S サガット玉島バイソン博士ダルシム黒岩ホンダ。なんだよそのチームって言ったら、いや去年名古屋に遊びに行った時にもうなんかそんなんで組もうねみたいなで決めてて今更さっき最近決めたわけじゃないんですみたいな、なんかよくわかんない言い訳されたけど、いやにしてもねここはねなかなかやってくれましたねと。団体戦においてあのホンダとダルシムって相当相性いいですね。いやキーになる、要はキラーカードになりうるキャラクター2体なんだけど、ね、2体ともいるからね。そこにさらにさ、この間のあのエクサーでとフォックスで比類なき強さを見せたヨン様で、オールマイティなバルログでしょ。バイソンとバルログいるわけでしょ。いやここ結構付け入る隙ないよね。言ってみりゃだってあれでしょ、これもう大貧民やってたら、大富豪やってたら2と1とジョーカーと、あとここさ F 出しかないような状態でしょ。 S しかないような状態でしょ。これ極端だし、ここってさホークで全員回すしかねえんじゃねえのって感じなんだよね。まあでもキャラによって当たり方次第っていうのはあるんで、あまあまず初戦の松戸一つ総裁の兵団頑張ってほしいですね。そうですね、本当に少しでも削ってくれればなと。さあそしてその下にいるこの2人、ここもあれだね、吉尾、平、志郎、ベイビーナイン、大黒ちゃん。これね、平と白石がちゃんとやってる時の前世紀であったなら、前世紀であったなら正直このフジモンハン危なかったんですよ。平の前世紀だと多分ここ全立てあり得るんで、なくはないね、うん、ただ平と白でしょ、うん、で、ベイビーナインでしょ。前世紀であれば全然あった可能性があります。さすがにちょっともうね、劣化してしまってるのでどうなのかというところですが、まあそこに対応するのはここですね。そうね、シュウ君、トウコンさん、店長で、バイパーさんのホークがいて、で、魔王のバルログと。ここは魔王が、そうね、ガムシャラジャパン、毎度毎度カワシムと友田さんが、そう強制参加だったような気がするんだけど、さすがに気づいたんじゃないですか。呪縛から離れたんださすがに目が覚めたんじゃないでしょうかね。さあ、そして次がショガリガンネン、これね、名前は良くないからね吉和、阿部、ロン、アゼ、ストマークも、ここも結構若い連中ですよね。ただね、この阿部の竜がね、ほんと強いんでね。ロン君の竜も結構強いんだよ、うん、このダブル竜は相当、いろんなチーム苦戦するんじゃないかなと思いますよ。で、そこに対し、ナナコ、SOS と古いアニメ引っ張り出してきたね。でも、MOR、ぬくぬく、東秀夫だぜ加藤、マリオ、青木、サイクロン、ここに次いで飛び込み6段、これは強いね。 A4、読み、譲る、小鉄、坂本と。まあ言うてもね、ここね、5-on-5 バルログ5体チームで優勝したこともあるそう。小鉄が5つ、この間のエクサー優勝したばかりの読みで、まあ近年いろんな大会ですね。去年のおととしかのフォックスだったりとか、エストとかを優勝してる A4 で、A4 と一緒に優勝した譲るとかがいて、それに最近超頑張ってる坂本君と、まあ結構いい感じのチームなんじゃないでしょうかね。で、まあここ以下略でもいいんじゃないかな。ザンギガエル、ベガ、ブランカ以下略ってセロテープ、こいつですよ、こいつくじ引いたの。皆さんこいつですよ、セロテープ、 TMF、 ユー、シカ、アステカさん。一応老人会はねずっと出てるからね。そうですね、老人会もね入れ替わり立ち替わり、みんなセロテープ、セロ様だけを残してみんな結婚してますからね結婚したら老人会卒業らしいんで。いやちょっと待って、
最初の老人会は俺とおじいも入ってたよ。あ、確かに。まあ、おじいは生きてるはずだ。確かに。おじいこの間たまたま道端で静止があったよ。そう、うん、元気そうだ。頭光ってた。光ってた、うん。さあそこにタゲー勢ですね、のストフェスでも見ましたよ。H さん、オトミシンさん、で、エイリンさん、ターボーさん、ザキワイズさん。エイリンさんってものかな。エイリンさんね。さあここにあれですね、の老人会。まあ、老人のね、いやもういやらしい、ねちっこい、ねちっこい疎通を、タゲーの新鮮な感じでね、やっつけてほしいなと思いますね。さあ、そして、まあ、ここはここのブロックはここら辺だね。圧倒的にフジモンハンでしょ。フジモンハンをワンチャン、ワンチャンシュウ君とマオニャンと店長が何か起こせば。そう、毎回そのシュウさんがマオを倒してっていうパターンがあったから、うん、今回組んでるっていうのがなかなか熱いよね。そうなんだよね。ここはね、シュウ君がまあ黒いワンは絶対殺さなきゃいけないよね。まあ店長とシュウ君で、ホンダは何があってもリュウキャン殺さなきゃいけないよね。まあただその前にね、これがあるからね。あ、まあそこもね、確かにね。まあフジモンハンの対抗はがむしゃらなのか。飛び込み6段もあれだけども、結局はキャラがな、そんな強くねえからな。まあ飛び込み6段と、あとやっぱ飛び込み6段はこのショガリ元年に相当苦戦すると思う。ああ、ここな、リュウガイル、フェイロン、強いリュウ2体っていうのはなかなかね、えぐいよやっぱ。確かにね、両キャラずらしてるからね、リュウはね。そう、リュウなんか全然いいキャラじゃないからな。ぶっ壊れキャラだからな。さあ、ということで最後はですね、 D ブロック、ポニョクラブ、ポニョクラブ、ポニョクラブ、水源クラブ、令和元年版、チーム敵時間、ウルト。これ左側あれじゃねえか。なんだかんだね、このおっさん力と、あのプレイヤー性能死ぬほど高い K 君のバイソン。 K 君バイソンだからね。そうね、まあ、ニョーさんの DJ もでいるしね。懐かしいな、ケイ君のバイソン。ケイ君ね、俺、板橋のジャスパで初めてやった時ね、バイソンだったんだよ。そっから、ケイ君器用じゃん。だからホークとか使った方が向いてっかもねとか、そそのかしたら本当にホークになってさ。懐かしいな。まあ、ねえ、ホークだったらもっと怖かったかもしれないけどね。そうね。ただ、鉄骨屋さんバイソン使うみたいだから。うん、で、スピリタス、ターンパンチおじさん。ファイナルおじさんと。ファイナルおじさんと、もう、エクスパーと、いやー、ここは荒らす気満々だな。なかなかね、この荒らす、ちょ、あの、ストツーとは、いや、これが僕らのストツーですみたいな、いう感じで、まさにね、令和元年のストツーを見せてくれるんじゃないかなと思いますね。水拳クラブね、多分ね、うん、ワニ K さんもいるからね。そうね、相当常識が通用しないような。まあまあまあ、いや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 、まあまあ、相当荒らされそうな予感はする。そうですね、まあ、確かに。あれ、これさ、チーム無敵時間、これ確かさ、あのツイッターで俺たちがなんかなんだっけ、あのリップもらったけどさ、これ道右衛門さん、確かこれ道消してエモンだけに知るっていう話じゃなかったっけな、確か。あ、そうなの。確かこれはあのエモンさんだけにしてくれって話だったような気がする。これあのなんだっけ、明日直しておきます。ザッキーワイルドさんのね、ザッキーワイルドの間の、ね、スペースは削ったんだけど、ごめんなさい、これあの共有できてなかった。エモンさんね、確かこれがね、道右衛門ではなく、確かエモンだけにしてくれっていうようなリップが飛んでたような気がするので、後であのツイッターも確認します、ごめんなさい。あとはもうゼロシリーズのヨイチさんですね。でウルツ、今回ウルツ仮面武道会ね、相当強いと思いますよ。そうですね、頑張ってますもんね。キヨモさん結構強いんで、あとコニタマさんも今日結構勝ってきた。確かに。で、まあ仮面人さんはね、優勝チームだしね、今回。確かに。で、まあウルマリさんいて、どれだけジャンプ中盤出すかっていうのも見どころですね。これ右側ひどいね。右側は結構です。これ D の右側が今回一番ひどいかも。いや、結構何箇所かちょっとこれダリーなと、ちょっとあのトーナメント表、このブロックとして結構あれだなっていうところは何箇所かあったけど、これ D、 ここピンポイントでこれ固まりすぎだね。そうね。さあ、めくりばん3回、そして伝説へ、森、KKY、カチュー、ハジ、カズ、キャラクター強いのしかいねえな、ここ DJ、まあ、DJ、バルログ、一応バイソン、純正関西チームだね。まあね。で、に対し、MB、鈴鹿、ネモ、黒ザンギ、TAW、これ、ザンギをうまく、ね、あの、森くん。一応ね、今回、あの、大森は、なんだかんだで、5、あの、かける5、毎回毎回。それ、いいとこまで上がりますからね。
ウィナー、決勝、ね、ベスト8のところ入ってきてるんで、大会強い連中が揃ってるんだよ。大会強いよ、やっぱ。なので期待ができますね。キャラ的にもね、バランスいいしね。確かに。で、次で中野 TRF 看板しょっちゃいました。ピロシ、セオ、中野、ジャイ、廃人。いやね、なんでしょう、身内ですからね。あ、ごめん、これ多分日が落としちゃった、今。身内だからさ、身内、あれ、あそこに行くよな。身内っちゃ身内だから応援はしたいんだけどね。いやまあジャイアン負けていいんじゃないの。いやね、違うんだよ。確かに負けていいし、なんだけど、それは俺が殺したいんだよ。あ、そう。なんかね、いや確かにね、新規勢を復興だったりとか、そのネット、何これ、カプコンが穴もしてくんないから、そういうのを盛り上げたりとかで、ジャイアンさんすごいやってることはすごいいいなと思うし、うん、なんか新しいことやってすごいいいなと思う反面、いや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 、おめえそうじゃなくてお前自身の練習しろよっていうのが、まあそうね、今日もあっさり負けてなかったからね、割とね、本音なんですよ。いやいや、お前そんなんじゃなかったろっていうのを、やっぱ僕らとか永田さんとか、まあ経験がありそうだと思うんですけども、やっぱ強かった時のジャイアンを知ってるとしては、やっぱ錆びついてる彼はあんま見たくないんですよね。強かったっけ。え、おい。でも、この間のツタで見たら結構戻ってたな。まあ、最近ね、頑張ってるらしいんでね、ジャイアン君もね。少しは頑張ってるみたいなんでね、頑張ってほしいですね。僕は小物道で当たったピロシとね、クッチームが出るんでね。僕はここは結構瀬尾とね、要は中野全一キャミ中野、いや、こいつ本当に強いよ。要はトネピーなんだけど。そうですね、トネピーですね。で、ハイジ君でしょ、結構いいチームだよね。そこにさ、これ身内、まあ、ここはまあ KKY、もう、まあ、ほぼ身内みたいなもんでしょうね。ね、大森で、中野、これめくり番3回、常に基本的にどこのゲーセンかな。めくり番3回は一応関西でやってて、関西のどこがメインかな。いや、一応どこでもやってる人間なんだけど、まあ基本そうね、寝屋川かな。寝屋川と、いや、まあいろいろ混ざってる。ただ最近やる気がある関西勢で固まってるんで、ね、森くんもね、一時期ね、なんかほら、まあ、ご結婚だったりとかいろいろなんか話したよ、ちょっと離れたような感じがしたけど、いきなり帰ってきてね、やる気満々だよね。今日も竜チームで大将張ってたからね。なぜツイッターのアカウントで格ゲー大好きって言ってたから、ね、そうね。しかも格ゲーやったら体が良くなったって言ってたからね。あ、言ってたね。うん、なんでそこ、だから大阪、まあ寝屋川としましょう。寝屋川 AVC、 大森セガチーム、中野 TRF チームに動物落とし、機械川又川島秀で長州 VS 中野大森セガに寝屋川 AVC と、もう本当そのゲームセンターの代表するようなプレイヤーですね。最近だとタイステかな、日本橋のタイステ、もちろん、うん、が揃ってるところに、ね、当日枠マジでデスブロックですね。当日枠、そっち側は立川か。まあ、当日枠は2枠、まあ、見て分かりますけど、2枠あって、勝った方が当日枠1か2かを選べますということなので、いや、まあ、要するに強い方が多分こっち来るでしょうね。まあそうだろうな、強い方が、より強い方がこちらに来るでしょう。まあでもどっち上がってもそれなりに強いわけでしょ。まあそうですね、それ勝ってるわけですからね。むしろ当日枠さ、1チームしか来なくてさ、1枠だけだったら逆に楽なんじゃない。それか、あ、まあ確かに当日枠もあれか、一応くじ引き、黒か赤かどっちか引かせるか、やったほうがいいよね。うん、そうだね、一応選べるは、だって後決めになっちゃう、ね、お前らわざわざ後から来てんだから選ぶ権利なんかねえよって感じ。確かにそうだね。まあじゃあ当日枠1位にもくじ引き、セロテープさんがきっちり勝ったのに、当日枠1位抜けしたのに、おい、そこかよみたいな感じの可能性は全然ありますよという感じですね。まあ、セロ様にみんな石投げてくれればと思いますので。このとこで、ということで、自分のまとめてるサイトでも、後でトーナメント表アップしますし、SF2X.net の、ツイッターアカウントでも、アップしますんで、はい、まあ、今からバンガクさんが一生懸命トーナメント表を作ってくれるはずなんで、そうですね、とりあえずで、これ総評ですね。 A、B、C、D と A が、まあ、まあ、過去仮ですけどね、 NK 流と頼む、まあ、頼むだね、頼む、で、B ブロックが新人類、
新人類と、まあここ当日だからどうかわかんないけど、まあうちもそうなるのかなな感じで、愚痴会、愚痴会、愚痴会で、愚痴会もね。で、C ブロックはまあフジモンハン、ガムシャラジャパンで、まあ A4 飛び込み、うん、で、ここ D ブロックが、とここ難しいね。まあ、ハジ君、DJ2 体、うん、あとまあ機械ここだね、こことここ、まあ、まあ、わかんないここ、本当にわかんない、うん、ここは難しいね、ここら辺は、うん、まあそんな中で、まあ総評で一番なんだかんだでしょっぱだから、これあのエントリー、事前エントリーが開始する前から、いや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 、そのチームはねえだろうとこれね噂されていたフジモンハン、ここが圧倒的に大本命と大本命で、ついでまあ今本当に若手、もう本当強い、もう手つけられ、もう勝てる気がしません、紫とか小江門とかね、これね、そこ新人類、フジモンハンと新人類で、フジモンハンと新人類は何気にキャラ相性いいと思うんだよね。まあ DJ がいるので、まあ何気に今回はでもね、この創造班がいるんだよね。ああそうだね、そこもいるからね、小高ね。まあそこらフジモンハン新人類頼む、そこら辺が1位2位3位、まあ、上位に絡むんじゃないかなというところで、まあ、1位抜けね、2位抜けね、するしないでも相当変わってくると思いますし、皆さんもうね、今何時よ、今11時ということで、今から12時間後、今からたった12時間後には当日予選のエントリー、当日枠のエントリーが締め切りと、そうとなって、そこから30分後11時半から当日開始で、1時からは本戦開始、 A ブロックのこのあれですね、ここ、これここオープニングマッチでここが始まる感じです。今からあと10、12、13、10、あ、もう14時間後、たった14時間後にはここが始まってしまうというところです。なのでお前ら早く帰れお前ら早く帰るんだ。まあということで大体はいですね、な感じで今日、じゃあ今日じゃ明日か、明日のトーナメント表のくじ引きギリギリになっちゃってごめんなさい、のみんなのスケジュールがね合わない、合わない、そりゃ合わない。いや意外とね10連休もあるからなんとかなんだろう、なんともなんないもんだね。うん、俺なんてね、うん、まあいいや長さもお引越しお疲れ様でした。ほんとね、意外とね、まあ、みんな忙しいもんで全然ね、まあなんとかなった、なんとかなった、あとは明日なんとかなればいい。そうですね、明日は例年まででしたらね、2時スタートで1時までに来てくださいってあれでしたけども、1時間繰り上がってます。まあそれは発表段階でももう言ってましたけど、1時スタートです。で例年までの1時までに来てくださいっていう、そこの部分は30分だけ繰り上げてます。12時半までに来てくださいよということになってますので、皆さん明日のまだ来てませんとかいうふうにないようにしてください、ね、で、あとあれだね、ブロックの進み方は A ブロックの1位抜け、そうウィナーズをここまでやった上で、のあとルーザーズやって、そう A は A で終わらせて B は B で終わらせてっていうふうにやってきます。ダブルイルミネーションで複数台、1台何台、3台、3台、3台進行ですね、2台で2台通常進行で1台ルーザーズでやっていくので、負けてもすぐどっか行かないで、その場で集まっておいてください。というか負けたらすぐルーザーズあります。そうだね、なので ABCD と、まあ、D ブロックの方はね、自分らの出番来る前に若干時間かかってしまいますが申し訳ないです。その間逆にのじ合い等で体温めておいてください。な感じで ABCD と A からスタートですので、皆様よろしくお願いいたします。ということで、スーパーストリートファイター 2X かける2019くじ引きトーナメント配信および前夜祭配信、長丁場お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。